前節今季初黒星を喫し修正が必要な両チーム。2020明治安田生命 J2 リーグ第6節ヴァンフォーレ甲府対大宮アルディージャの一戦を山梨県甲府市山梨中銀スタジアムからお送りします。解説は須藤大輔さんです。よろしくお願いします。お願いします。梅雨の晴れ間が広がっています。天気は晴れ、須藤さん気温が今30度あります。いや選手にとってはね少し難しいコンディションなのかなっていうのは感じますよね。では順位です。大宮はクラブ史上初の開幕4連勝も前節敗れ2位に後退。ただ須藤さん、この2位以内というのが重要なシーズンですね。そうですね。大宮もしっかりとした組織の守備というのがね結果に反映されているのではないでしょうかね。続いてボトムハーフです。甲府は前節今季初黒星17位に後退しましたが、須藤さん、ただまだ序盤です。そうですね。修正ポイントっていうのをねこの短期間でもどちらのチームもね修正できたかっていうのをねこの試合でも表現してもらいたいですよね。過密日程の中その両チームがどう修正してきたかが重要になりますね。お互いね前節に課題も出ましたしいいところも出ました。ではこの短期間で何ができるかというとそこまで大きなチェンジはできないんでね、お互いがその詰めるところをどうやってマネジメントしてきたかっていうのをね見ていきたいですね。甲府はその前節メンバーを8人入れ替え東京ヴェルディには2対4で完敗。甲府らしさがなかなか出せなかったゲームでした。今シーズンはねターンオーバーっていうのがね絶対に必要な条件だと思うんですけどもねその出た選手がどうやってどういうふうにこう連結してゴールまで結べるかあとまたゴールを守るかこれもね注目ですよね。一方の大宮は前節栃木に0対1栃木の堅い守備をこじ開けることができませんでしたがいい形は何度もあるんです。そうですね。やはりこちらもターンオーバーをして選手のマッチングっていうのもね、監督のマネジメントになると思いますけれども決定力っていうのもねこの試合ではポイントになると思いますね。では両チームのスターティングメンバーです。甲府は前節から7人変更です。ゴールキーパー岡西ディフェンダー小柳新井今津中盤は藤田野沢武田内田そしてドゥドゥと泉沢ワントップはジュニオールバホスです。サブにはここまで3ゴールに絡んでいるハーフナーマイクそして松田や太田などが入っています。一方の大宮です。こちらは前節から4人変えてきました。ゴールキーパークリアイッチディフェンダー西村光本山越中盤は渡部小野帝尾長そして前線は一平篠塚近藤豊島控えには奥貫富山そして島田は今季初のベンチ入りです。では両チームの注目です。まず甲府の1人目ここまで2ゴールのジュニオールバホスです。やはり彼がどのように、ね、ボールを触るかでどの位置でボールを触るかっていうのはね甲府の得点力にも関係してくると思いますので、彼のプレーエリアっていうのもね注目して見ていきたいですね。前節回避しましたのでこの試合の期待は非常に大きい選手です。そして甲府の注目もう一人はキャプテンの新井です。ディフェンスリーダーだと思います。彼のラインコントロールそして3バックで入るところからのどのような、可変もあると思うんでねそのような立ち位置っていうのもね見ていきながらこの試合進めていきたいと思いますね。甲府伊藤明監督のインタビューです。前節4失点中3日の過密スケジュールですが修正してきた点教えてください。そうですね。ちょっとアグレッシブというか我々がちょっと引き出された部分もあるので、そういうところの守備の固くいくっていうところは選手と共有してきたつもりですね。堅守の大宮との試合です。ポイントとなるところを聞かせてください。先に点取られないことこれがまず一番大事かなというふうに思ってますし我々もしっかりとその守備のところから、入って、相手の隙っていうところを、ついていけるゲームにしたいなと思います。やはりその先制点というのは鍵になってくるところですか。そうですね。大宮さんもやはり失点この中で少ないですし、我々もやはり、ここはやはり、先制点取ればいいゲームができているというところもありますのでそこが鍵になると思います。また最近はセットプレーでの得点も見られますがそのあたりも期待したいですよね。そうですね。連続して今セットプレーで取れているので、そういう意味では今日もセットプレーで決着つけるというところもやはり勝敗の鍵になってくるのかなと思います。ありがとうございました。一方大宮の注目はワントップ191センチ収まる豊島です。豊島のところでおっしゃる通り収まるかどうかしっかり引き出したところに一平篠塚近藤というところが、関わっていけるか彼のところで時間を作れるかどうかこれが、注目ですね。そして大宮の組織的な守備を最前線から行うのもこの豊島です。
大宮のもう一人は注目ディフェンスリーダー河本です。いや、おっしゃる通りリーダーだと思いますね。彼のまずは守備の統率力、そして個人で の対人の強さと、なんといってもやっぱりヒード力ですよね。彼からのビルドアップ、そこにも注目していきたいと思います。大宮高木拓也監督のインタビューです。前節は初黒星となりましたが、中3日で準備してきたことを教えてください。2つコンディション と、それから、まあ多少、そんなに多くはないですが、少し向こうの守備で、守備の位置を、確認しながら、自分たちのボールの運びっていうのは少しやってきました。強力な甲府の攻撃陣に対してはどんな対策をお考えでしょうか。そうですね、まずやっぱり攻撃をしているときにリスク管理というのは絶対必要だと思いますし、あとは本当に自分たちがボールを持っているときにはやっぱ攻め切ること、中途半端な位置でのボールのロストというのはできるだけ避けたいなというふうには思います。交代枠の使い方もポイントになりそうですが、いかがでしょう。それぞれ状況とか、それから監督さんの考え方、それから選手起用でだいぶその辺は変わってきますので、そうですね、やっぱりこの暑い時期っていうのはその5人枠っていうのも必要、一つのポイントにはなるとは思います。連戦でのメンバーを変えての試合です。共通意識、どんなことを大切にしてますか。とにかく今日の試合、前節我々は敗れてますし、勝ち点差を取るためにしっかりプレーしようと、それが一番大事かなというふうに思います。ありがとうございます。いや、解説の須藤さん、はい、やはり甲府は前線タレントが豊富、5試合で8得点、そのあたり高木監督カウンターへの警戒、そんなメッセージがありましたね。いや、もう攻撃時のポジショニングですよね。そことやはりボールを中途半端な位置でロストしないこと、これはお互いが、ね、そこを狙ってると思うんでね、はい、どちらがこう中盤で奪ってショートカウンターにつなげられるかっていうのもね、見ていきたいポイントですよね。そうですね、大宮は組織的な守備でここ5試合で失点はわずかに、リーグトップの堅守を誇ります。そして中心にいるのは河本ですからね。そうですね、お互いが同じようなねスタイルでこの試合臨むのかなっていうところもありますね。もちろんシステム的にもミラーゲームの、はい、予想ですから、それでものを言うのがね、個人でのこのデュエルの部分の強さ、プラス相手の立ち位置を見てギャップにどれだけ入り込めるか、はい、でギャップを守備の時には埋め切れることができるか、こういうところのね、ちょっとした差がね結果につながっていくと思いますね。そうですね、大宮高木監督からもその守備の位置確認の話もありました。そして甲府伊藤監督からは先制点がポイントというメッセージもありましたね。どうしてもね最初に失点をしてしまうと、その分こうエネルギーを消費してね点を取りに行かなければいけない、で甲府の場合はホームですからね、やはり勝ち点3というのがね必須だと思いますしね、そういう面ではしっかりとゲームプラン通りに行くためにはまずは先制点を取られない、取りに行く、そしてまず安定したスタートを切っていくこと、これが求められると思いますね。甲府は先制されると大量失点、前節東京ヴェルディ戦は4失点、そして新潟戦も3失点ですから、この立ち上がり前半がどういう入りになるのか非常に楽しみですね。大宮甲府ともにこう固く、ね、入るのではないかと思いますけれども、もしかすると両フォワードですよね、はい、マホス、豊島のところにロングボールを入れて一気にゴール前まで運ぶ、こういうシーンも見られるかなっていうのはありますね。この試合も一部サポーターはスタジアムに駆けつけています。そしてこちらの試合ではリモート応援を実施しています。詳しくはヴァンフォーレ甲府ホームページ、リモート応援参加用ページにアクセスをして応援するクラブを選択してご参加ください。1999年に共に J リーグに参入したという両チーム、2017年に共に降格、4年ぶりの J1 昇格を目指す。須藤さん、つまりライバルの一戦になるわけですね。やはり今年もね J1 昇格を狙う上では絶対に避けては通れない相手だと思いますしね、はい、お互いのプライドっていうのもかかってると思いますね。そして3連戦2戦目、前節で敗れて、この3連戦の最終日にどう勝利に終わらせるか、それも重要ですね。やはりいろんな面メンバーを試していると思いますしね、はい、システムも試していると思う、選手のマッチングも試していると思う、その中でよりどうやって、ね、最大値を出すかっていうのもね、監督選手ともに大事ですよね。
バーホース、そして豊島、ワントップの選手にも注目です。では両チームの先発メンバーフォーメーションで見ていきましょう。甲府はフォーメーション 3-4-2-1 を予想しました。前節同様です。センターバックに新井、そしてボランチは野沢武田のコンビ。須藤さん、4節までは4バックでしたが、ここ2試合連続で3バックになりそうです。まあ、まずは固くいこう、失点を減らすためにも、枚数を多くしながらね、で状況によっては 4-2-3-1-4-4-2 っていうのをね、シフトチェンジしていく戦いも予想されますね。はい、では今日のレフェリーです。主審高山博義、副審佐藤孝之、桜井大輔、第4の審判は国吉慎吾。高山主審は今季2試合目、通算117試合目のレフェリングです。代わってアウェイ大宮のシステムも同じく 3-4-2-1 を予想しています。センターバックには河本、そしてボランチは小野、三門の安定感のあるコンビです。ですからこの復帰してきたというかね、ターンオーバーで出てきたこの三角形の河本、三門、小野のところでどれだけボールを握れるかっていうのもね、大事な選手マッチングだと思いますね。大宮は前節は PK で失点、ただ須藤さん、ここまで流れの中からの失点はゼロという強固な守備が特徴ですね。もう手堅いですよね、相手をしっかり見て中の3枚でクロス入れられても跳ね返すっていうね、安定度っていうのは抜群なディフェンス組織ですよね。試合前、高木監督はこの甲府の守備の位置確認と話していましたが、須藤さん、甲府が3バックできた、このあたり高木監督はどう見るかですね。まあそこもね、予想はしてると思いますからね、このゲームがスタートしてからの立ち位置の変更、監督のコーチングの声とかね、はい、そういうところも見ていきたいですよね。甲府を率いるのは伊藤明監督、そして大宮は高木拓也監督、ともに就任2年目です。堅守速攻、さらに今シーズンはポゼッションサッカーを加えるという大宮アルディージャ。ワントップターゲットは豊島です。一方の甲府はジュニオールバホスがここまで4試合で2ゴール、前線このバホスのスピードを生かすのか、それとも今シーズン磨きをかけているポゼッションサッカーでいくのか、注目の一戦です。左エンド甲府、右エンドが大宮です。もう一度蹴り直しとなります。連敗は避けなければいけない両チームの一戦です。仕切り直しで前半45分が始まりました。まずはセンターバック河本から右に長いボールです。ターゲット豊島、そしてその奥には一平です。まあやはり須藤さん、センターバック河本のあのロングフィード、一つ特徴ですね。まあ中盤ではすごくこうスペースもない、時間もない中ね、彼のようなロングキックができるっていうのはね、非常に武器になりますよね。はい、まあ新井の位置ですよね、今もそうですけど、ボランチのところに入って野沢が少し高い位置を取ってますよね。ここに野沢いますからね。そうですね、ですから3バック中央の新井が今ハーフウェイライン付近まで駆け上がってきました。で守備の時はこのようにね、ディフェンスライン真ん中に入って、お長江のボール、3バックを形成してますよね。この辺は少しこう可変してくると思いますんで、しっかり見ていくポイントであると思いますね。そうですね、甲府は3バックでディフェンス陣はいますが、まあ、このキャプテンの新井が先ほどのようにボランチの位置まで上がっていくと、可変型、まあ、おそらく 4-3-3 のような、まあ、小柳、今津の今間にいるんですけれども、この位置からまあ相手の立ち位置も関係すると思いますけどね、どのような位置を取るかっていうのは、ね、見ものですね。はい、まあ、野沢が非常に高い位置を取ってますからね。そうですね、ダブルボランチの野沢、まあ、今は5枚でね、はい、ディフェンス陣なんでね、5-4-1 ですよね。泉沢、武田、野沢、ドゥドゥのこのラインでしっかり中盤を消しながらね、守備してますよね。そうですね、ですから大宮はこのようにね、しっかり西村、河本、山越のところプラス小野、三門、ここの5枚で回したいですよね。6枚で、5枚でね、その小野から三門、さらに左山越です。藤田がカット、ここではバホスが呼んでいますが、藤田はまだ持っています。
中盤で小野が奪うかというところ、まあ、今のところですよね。大宮は失いたくない、はい、甲府は奪ったボールをもっと早く攻撃したいんですけれども、バホスが少し距離感のある逆サイドにいたんでね、カウンターできなかったですけども、はい、狙いとしては甲府はあそこで奪った瞬間バホスを見て少ないチャンスをものにしていこうという狙いはあると思いますね。奪いどころとしては非常に良かったわけですね、うん、さあボランチの小野から山越、さらに左、まあ、ここね見ても分かるようにバホス1枚がね河本、山越、西村の前にいるんでね、はい、できたら西村、河本、山越のところでバホスの、そうですね、ここのエリアには入っていきたいんですけどね、もっとボールを運んでいいかもしれないですね、はい、山越から左、近藤です。オナがワンタッチ、まあ、このような図式で前半はね大概の時間を過ごすのかなっていうね、大宮がビルドアップする、甲府がしのいでバホスのカウンターっていうね、そういう図式だと思いますね、はい、ここでオナがロングスロー、距離を取っています。191センチ、豊島がゴールキーパー近くにいます。ストレート線のボール、帝オナから右、渡部です。まあ、やはり大宮からするとターゲット豊島、非常に高さがありますからね、まあ、ここに当てながら一平篠塚、近藤というところと、ね、関わっていきたいと思いますからね、ただそれをする前に、ね、しっかりあのディフェンスラインを下げさすことができてますから、そこまでロングボールを入れていかなくても、ね、ディフェンスラインを押し上げられると思いますね。武田のボールをカット、尾長、今のところですよね、武田の左足からのサイドチェンジっていうのは非常に有効だと思いますんでね、はい、あそこはしっかり通していきたいポイントですよね。今ポジションですね、新井がここまで上がってきて豊島の背中を取りましたよね、これで中盤で三角形を作っています、はい、しかしここで奪うとチャンスが大宮、三角から右、一平、豊島へのボール、渡りません、まあ、今のところで失ってはいけないんですけれども、はい、小柳、今津のところでどれだけ相手の豊島、そして一平篠塚、近藤のラインを通過できるかというところだと思いますからね、はい、今は帝の読みが勝ったところでしたね。でここで野沢が引っ張ってスペースをうまく使いたいですけどね、非常に高いラインを敷いている大宮、その裏をバホスが何回か狙おうとはしていますが、そこにはパスは渡りません。まあ、野沢がうまくバホスの周りを走ることになって、まあ、4-2-3-1、新井と武田が2ボランチみたいなね、そんな形になると思うんですけどね、はい、バホスからのパスを奪った大宮のフリーキックです、まあ、甲府の意図は非常に分かりますね。分かりますね、いろいろ立ち位置を変えながら相手のギャップをついていこうという狙いはあると思いますね。やはりボールを握るのは大宮、小野、帝、一平が動き出しています。豊島も読んでいる、まあ、この辺はもうやらせようという、ね、狙いがあると思いますね、はい、そんなにあのドゥドゥにしろ逆サイドに泉さんにしろサイドに対して食いつかないですからね、縦のボールは絶対に入れさせないという、ね、そういう守備だと思います。戻す大宮です。ですから大宮としてはこの3枚、まあ、今山越もしましたけども、ドゥドゥを引き出して、そうですね、こういうところ入れていきたいですね。豊島のポストプレー、反転をする、一平篠塚前を向く、個人技がある一平、シュートまではいけません。泉沢から外、内田、泉沢リターン、ドリブル力のあるフルス対戦の泉沢、いい引き出しですよね、奪ったボールを弾いてもう一度もらうっていうね、あそこでもう一人二人と絡んでくると面白いですけど、なかなかバホスのところにね距離感が縮められてないですよね今ね、まあ、組織で非常に固い守りをしてくる大宮には、まあ、やはり甲府一つ泉沢のドリブル、バホスのスピード、それは武器ですもんね。もう武器だと思いますね、そこで1対1の局面を作り出せば勝ちのようなね、そういう感じになりますからね。今津からバホスですが戻りオフサイドです。大宮の最終ラインとバホスのこの駆け引き、これは90分この試合通じてありそうですね。もう大宮、まあ、甲本中心としたディフェンスは絶対にバホスを、ね、攻めている時もリスク管理をしておかなければいけないですよね。そのバホスが追っていきます。ここは前から来ましたね、高い位置でバホスが奪う、ドゥドゥ、さあカウンター、ドゥドゥが右サイド、バホススルーパス、
バウフスのシュート、クリアイチキャッチです。まあ、今伊藤監督も拍手しているように、ね、今のが狙いの一つだと思いますね、はい、しっかり前からはめ込んでショートカウンタードゥドゥからバホス、もうこれで決着しようっていう、ね、狙いがあるプレーですよね。引き込むときとプレスに行くとき、それは今甲府は連動していたわけですね。まあ、それもできるのもバホスがしっかり規制をかけることができたときだと思うんでね、はい、まあ、今バホスこれ規制かけれてないので、こういうときは前から行けないんですよね、はい。一方の大宮、左オナが非常に幅を取っていますが、ここはファウルの判定です。今近藤がね、非常に相手ボランチの脇というかね、背後を取ったんですよね。ここを取るかどうかですから、甲府もここは取られまいと ね、まあ、プレス激しくいってドゥドゥですか、はい、言われましたけども、野沢の背後っていうのは完全に取れてましたからね、今ね。まあ、それはやはり近藤の、まあ、献身的な動きが非常に目立った場面でしたね。いや、もう上手い動きですよ ね、相手の立ち位置を見て、誰もこうプレスできないポジションを取るっていうのはね、はい、大事ですよね。オナガ、ミカド、ここに近藤です。こうやって動かせながら動かしながらギャップを見出すことですよね。甲府はスライドを速くして自分たちの前ではやらせて OK だよ、でも入ってくるボールに対してはセンターバック、ディフェンスラインは狙うよ、中盤はプレスバックするよっていう約束事があると思いますね。ここも前でやらせている甲府です。豊島へ浮き玉、ワンタッチ、一平篠塚、まだ大宮ボール、左オナが呼んでいる豊島、打ってきた、ミドルを打ちました。オナがこうなんですかね。そうですね、非常にいいですよね、今のミドルね、やはりあれだけ真ん中を固められていると、はい、こういうロングシュートですよね、まあ、ミドルも含めてシュートを打つことっていうのは非常に意義があると思いますね、まあ、このフィスティングに対して豊島もね、もっと狙っていっていいと思うんですけどもね。すでに一平がボールをセット、191センチ豊島、ここまで半分の3ゴールがセットプレーからという大宮です。少し間を取る一平、甲本、山越、さらに西村も上がっています。デザインをしたものを用意してるんですけど、多分合わないんですかね。ニアサイドスラッシャー、ファインセーブ岡西、じゃ西村ですかね、いいボール一平蹴りましたよね、そこをうまく岡西もセーブしましたけども、こう嫌な間合いだったと思いますよ、はい、長い間がありました。ここですよね、西村うまくそらしてね、こういうシュートからうまいんですよね、しかし岡西のファインセーブもありました。ここはクイックリスタート、ショートコーナーです。オナがクロス、ファーサイドには選手がいません。おそらくこのセットプレー、いろんなデザインされたものをお互いですけれどもね、用意してきてると思います、はい、ですから最初はやはりニア でショートコーナー、はい、もう一本は次はどこだっていうね、そうですね、そういう駆け引きっていうのは面白いですよね。小宮も行ってますよ、ここ前から前線、近藤がプレスをかけます。やはり近藤はスイッチになりますよね、はい、ディフェンス、彼のところの圧力っていうのはね、甲府にとっては脅威ですよね、タフでさらにスピードもあるのが近藤です。中盤小野、ここはバホスがゆっくりとプレスをかけて、そうですね、ここでバホスで規制かかってるんで次狙いやすいですよね、甲本、山越、クリア位置に戻します。お互いやはり手堅く入ってますよね、はい、まずは守備からやっていこうっていうね、先制点が非常に大事になると思いますね。もう一度戻します。大卒2年目の小野から帝、山越、今のファウルの判定です。お腹のところに入った瞬間に 本来であればワンタッチで豊島に入れたかったと思うんですよね、はい、ですけどちょっと遅かったがために入らない、そこにもすかさず藤田チェックいきますから、やはり今日のこの試合のポイントっていうのは守備ですよね、はい、逆にこれだけ食いつくっていうことは藤田の裏っていうのは空いてきますから、それをどうやって
取るか引きつけるかっていうのも大事になると思いますね。特にこの前半立ち上がりは藤田尾長サイド非常にこの攻防が楽しいですね。このやはりミラーゲームですからね、まずこのところの戦いには負けないっていうのがね大前提ですよね、はい。ですから豊島がねこう真ん中でどっしり構えながらいいところに来ましたよ、はい。近藤から前線豊島へのスルーパス、新井が体を寄せます。まあ、ここまでの時間近藤がね本当非常にいい位置で受けて今もターンできましたよね、はい。でターンした瞬間の一平篠塚そして豊島のランニングっていうのもやはり見事なものありました、ここですよね。やはりこれだけ間髪入れずディフェンスの裏に入れるとね一歩遅れますからね、いかに強固そして人数をかけた守備でもあのように一瞬の速さで、ね、ディフェンスラインを、ね、無にできますからね、狙いどころとしては良かったと思いますね、はい。まあ、前節後半立ち上がりに負傷交代でしたが豊島はこのゲーム先発に復帰しています。その豊島の頭を越えていきます。まあ、長身選手ですけどねスピードあるし、ディフェンスとの駆け引きに長けてますからね、はい。バオホスがプレスをかけます。そうですね、いけないときはしっかり甲府はもう引いてね、しっかりコンパクトフィールドを形成しますから大宮としてはこう回しながらねどうやって相手のギャップに入れ込むかで、それをやるのもディフェンスラインを下げさせなければいけないので、全員が全員足元で受けるというよりもねラインを広げるランニングというのもね必ず必要になりますね。まあ、その中でまあやはり最終ラインと駆け引きをやっているのが近藤ですね。近藤ですね。で逆サイドの一平篠塚も今ダイアゴナルで入ってきているようにね、こうすればサイドは完全に空きますからね、はい。渡部のところはね、豊島のところは2人がかりでカットバホス、高山主審は止めました。このせめぎ合いですよね、やはりあそこバイタルのところを絶対消そうっていうところとバイタルのところを取り行こうっていうね、ここのせめぎ合いは本当に時間もスペースもないですよ今日。まあ、言ってみれば生命線でもありますしね、まあ、インサイドレーンですよね、センターとサイドの間のレーンをどっちが取るかですよね、はい。今ドゥドゥが立っているところですよね、小柳からそのドゥドゥ、もう今もね野沢がもうボランチなんですけども本当フォワードのラインに入っていくっていうね、そこが今日の戦術だと思いますね、はい。で今もそして前線武田です。武田ポストプレー落としたバホス、バホスから左内田のクロス、バオホスのヘディング、その奥にはドゥドゥいました。ただまだ大宮ボールです。今ボランチの武田が上がってきました。いやもうボランチが、ね、非常に高い位置を取ろうっていうね、そこに新井が入ってきて、もう2バックのような形で相手を落とせば豊島しか1枚しかいないのでね、カウンターも受けないよっていうそういう狙いの攻撃でしたね今ね。ここも高い位置でカット、武田からバオホス、ドゥドゥ、ドゥドゥからバオホスへのリターン、センターバックの新井がそのままカット、そしてゴール前に迫ったという場面、甲府のコーナーキックです。でいつもの3バックとは全く違いますよね今日ね、まあ、3バックの守備の時は同じですけれども、攻撃になった瞬間もここに武田がいる、そして野沢が出てくる、新井が出てくるっていうね、本当攻撃的な3バックでここまで15分戦ってますよね。そして掴んだセットプレー、藤田がセットしたボールキッカー内田に変更です。お互いいいキッカーいますしね、このセットプレーっていうのはねこの試合でもね重要ですよね、はい。前節この今津が合わせました。ここ2試合コーナーキックから取れている甲府です。いやドゥドゥ、ドゥドゥがキープ、武田のミドル、で今ね引き足の、ね、左に、ね、いいところを落としてくれたんですけども、ね、ここを、ね、ゴールマウスに持ってきたいですよ ね、 そうですね。ただシュートでしっかりと終わりました。彼の左足っていうのは、ね、本当に可能性あると思いますから、はい。ここも高い位置からプレスが豊富です。クリア位置が蹴ったボール、やはりバホスがしっかり はめに行くと、ね、今のように前から行けますよね、泉沢キープ、大宮ボールに変わります。15分前後から甲府がより前に、そんなエネルギーを感じますね。やはり1回の攻撃で終わらないというところですよね、こうやって連続してできるんでね、はい、いいところ取りましたよ。
バーホースが一平を倒して大宮ボールです。安藤さん、固い入りではありますが、両チーム非常に意図を感じるゲームですね。この時点で、ね、一平篠塚近藤というのが、ね、インサイド取ってますからね、で甲府はそこをしっかり締めようというところですね、はい、奪い取りました武田です。早いですね。尾長です。尾長から横、野沢のスライディング、非常に球際激しくなっています。藤田から小柳へのボールです。いや、読み、野沢、武田、そして大宮は尾長、うまくね、あの野沢、武田のところでね、フィルターになってね、縦パスに対して自由にさせてない、はい、でセカンドボールに対しても寄せが早いのでね、本当このところの戦いっていうのでね、どちらに転ぶかっていうのは今のところ甲府にこぼれてるのかなっていうのはね、ありますね。まあ、高山出身はその甲府の伊藤監督、渋谷ヘッドコーチとコミュニケーションを取っていると思います。まあ、この伊藤監督、そして渋谷ヘッドコーチ、まあ、元大宮の監督というところもありますから、非常にあの個人的にも思い入れの強いゲームになるのかもしれませんね。やはりこうやってね、スタッフがうまくね、なんですかね、アピールをして駆け引きしてるんですよね。こういうところもマネジメントの一つだと思いますね。一平ワンタッチ、献身的な守備を見せている一平篠塚です。バーホースには山越、しかしその山越のファウルです。まあ、お互いバーホース、そして大宮の豊島というところはね、激しく来られるポジションですからね、逆を言うと彼らを踊りに使ってツーシャドー、今ですと甲府は武田、野沢というところは、ね、そこに絡んでいくっていうね。カットした大宮、野沢が読んでいます。バホス、小野が足を出した。いいプレッシャーですよね、今ね。ここは前線から豊島です。いや、非常に球際見応えがありますね。いや、もう縦にボール入った瞬間というのはね、お互いがプレッシャーいきますよね、はい、横へのボールはやらせても、縦へのボールは絶対やらせないというね、お互いの狙いがはっきりしてますね。豊島と小柳、ワンタッチワンタッチ、三角、今のいなし方もうまいですよね、ここの、ね、2人ですよね、三角、小野というところがね、はい、そしてすかさず右の渡部も走っていました。小野、三角、いや、この2人やはり安定感がありますね。リズム作り出してますよね。でそこに引きつけることによってね、前線スペースも空きますしね。シンプルに豊島のボールですが、ここは甲府ボールです。まあ、あそこも狙いどころだと思いますよね。豊島がしっかりランニングすることによってね、バイタルのところ空いてきますから、それをじゃあ今度はディフェンスラインがどこをチョイスするかっていうところだと思いますね、あれだけディフェンスラインが下がると、今度ボランチですよね、また三角、小野のところも空いてくるし、今度一平篠塚のところも空いてくるんでね、そこがやはりセンスというかね、狙うところを見えてるかどうかっていうところでね、ポイントになりますね。一平の足元に収まります。同じくシャドウの近藤、近藤からのスルーパス、豊島が尾長に、小野、いや、硬いですよね、縦に入らないですよね、なかなかね、はい、押し出してますよね。ドゥドゥもプレスをかけます。ここは縦、豊島を狙うが小柳、山越から尾長、尾長縦を狙うがファウルの判定、フリーキックです。
今も山越、ね、攻撃している時にいいポジション取れてたんで、ねね、チェックいけましたしね、はい、それに対して小長がしっかりその距離感を保ってましたからね、ここでファールもらいましたよね。ゆっくりと大宮の選手、西村、山越、180センチ台の選手がペナルティーエリア付近に上がってきます。そして中心には豊島がいます。ゆっくりとボールをセット、一平篠塚、ここまで全5試合に出場。ただ小野もいい左足があります。一平ファーサイド、岡西マッチング、大丈夫ですかね。今非常に強くお互いが当たってしまいましたが ね、今キーパーに対するファウルという判定、プレーが止まっています。まあ、いいボール入れましたよね、これ一平篠塚ね。あとここも大丈夫ですか。まあ、そう強く当たったというよりもね、こう空中で体勢が崩れてしまって着地の時ですよね、ここのダメージが大きいのかなっていうのはありますね。山越と岡西の接触、うん、まあ、本当ここって勇気がいるんでね、逃げてしまうと点が取れないですし、点を入れられてしまうんでね、はい、一番選手にとっては、まあ、危ないプレーっていうのは分かって入っていきますから、受け身っていうのは取りやすいんですけども、今のような岡西の着地っていうのはね、非常に危険なんですけどもね。大丈夫そうですね。立ち上がりました。ここで前半の飲水タイムです。これ高木監督は相手の立ち位置もう一度言ってるかもしれないですね。今、はい、帝を呼んでますからね、新井が上がってきてるぞと、で、はい、武田野沢っていうのが高いところ取ってくるから誰がついてくんだっていうね、ボランチのまず帝、そして小野がお前ら見ろよっていうことを言ってるのかもしれないですからね。一方の伊藤監督もボードを使ってドゥドゥにメッセージを伝えています。ドゥドゥはどちらかというとこう右サイドでね、このようにまずは攻撃のところでストロングの部分をね、アピールする選手ですけれども、今日は守備のところもね、非常に深くまで守って守備してますからね、それをやりながら今度は相手どこ空いてくるよっていうところもね、言ってるのかもしれないですね。まあ、でも個人のスキルっていうのは非常にお互いのチームがね、非常に高いんでね、はい、今のような小長のシュートといい、こうラストパスといい、ボールを引き出す位置といいね、またその潰す作業ですよね、ディフェンスのこう組織の高さとディフェンスの個人の能力の高さっていうのもね、相当見えてるいい試合だと思いますね。はい、甲府はここまで4試合で再開後9失点、守備の再構築が求められているんですが、ここまでは非常に集中力高い状態続いてますね。いや、この、まあ、大宮、甲本、甲府は新井がしっかり締めてますし、はい、その前にいるボランチ2人、野沢、甲府だったら野沢、武田で、大宮だったら帝、そして小野というところがうまく締めてて、でこの新井をうまく表現させてるのも小柳、今津の両翼、はい、で大宮は山越、西村っていうところがね、こ うまく今のところハマってるんでね、ディフェンスが目立つ試合になってますよね。そうですね。飲水タイムが明けて再開です。ドゥドゥからバホセのボール、ここは甲本です。今のもね、ただ単にクリアするんではなくてね、彼はもう一回つなごうという意識があったと思うんですよね、はい。まあ、それに対してバホスはしっかり最後までついていきましたから、こうアウトボールになりましたけども、ハイレベルな駆け引きがあったわけですね、うん。山越が奪います。もうラインを引くのが早いですね。そうですね、本当に甲府しっかり引いてますよね。そのラインの奥、縦通そうとしたところ、甲府がカット、左の泉沢、この個人技があります。独特なドリブルですよね、ここね。溜めを作っている間に内田が走ってくる。その内田、しかしその前にオフサイドの判定です。いや、面白い場面だったんですが、いや、もう本当泉沢のところでね、こう大きなフェイントはしてないんですけれどもね、相手飛び込めないんですよね、はい。それで時間を作って、しっ
かり内田が、ね、オーバーラップする時間を作りましたからね。今のこの泉沢の動きドリブルっていうねテクニック見てるだけでも面白いですよね。そうですね。ここまで今日来てるんですよね、野沢はね。で武田がもうこの位置でいますからここで狙い取りできるんですよね。はい、武田がカット、そして泉沢中央前を向く、泉沢持ち込む、右サイドに選手はいません。豊島と小柳、小野が今度は右サイド、うまく怒らせましたよね今ね。守備の陣形を作り直した甲府です。大宮もね、まあ、今近藤こうやって走ってますけどもね、はい、前線でねカウンター非常にいいもの持ってるんですよね。一平篠塚近藤豊島というのは走れますからね。でもそこをうまく甲府は使わせてないですよね。うん、右の渡部からワンタッチ豊島、いや行きましょう。豊島から一平篠塚、個人技がある一平篠塚、コーナーキックを取りました。豊島が本当にね、縦横無尽に走ってスペースランニングで起点となってますよね。それに対して今のは一平篠塚でしたけども、近藤とこの2人がしっかりサポートできてますからね、単発で終わらないですよね。はい、非常に大宮の前の3人の関係がいいですね。うん、ですから枚数かけて守っても豊島のところで時間作れるんでね、オーバーラップする時間を作れてますよね。そして掴んだコーナーキック、豊島、西村、ジレタ、非常に近い位置にいます。キッカーは小野、左足低いボール、ここも須藤さん、いや面白いドリブルだったと、まあ、本人は少し、ね、こう納得いかないキックだったと思いますけどもね、もう変えてますよね。一回一回ボールの質もそうですしスピードもそうですし蹴る位置もそうですしね。まあ、そのあたりさすが高木監督といったところですね。いろんなデザイン持ってますよね。ここまで非常に高い集中力の状態で続いているこのゲームです。尾長から山越、もう甲府の選手たちのディフェンスの矢印っていうかね、非常に前に向いてますよね。ですからこの前への矢印をどうやって大宮を後ろにさせることができるかっていうところがポイントだと思いますね。はい、いい守備ですよね。ここグドゥのプレスから送らせました。もう今前線に大宮誰もいないんでね、豊島が下がって、はい、今一平篠塚ですよね。豊島がもうこの位置ですからね、はい、うまく甲府がはめ込んでますよね今ね。前線バフスには収まりません。帝から今度は左、ここから大宮がどうするかですが、少しスピードアップしていきたいんですけどね。甲府の基地の方が早かった場面です。山越から左、尾長、近藤がその外ですが、帝、まあ、今ねサイドで作ってる瞬間に今一平篠塚がねインサイドレーンまで入ってきたんですけどもね、はい、ここに対して、まあ、豊島なりが もっと早く入ってきてもいいのかなっていうのはありますね。そしてワンタッチで入れてそこからのコンビネーションでシュートまで持っていけるっていうねスペースはあるんでね、はい、ただスローイン前に今尾長がタオルでボールを拭いているということは、まあ、先ほどからね豊島にここのニアサイドですよね、その外に西村もいます。尾長のロングスロー、ストレート線のボールゴール前、もう一度尾長作り直します。帝、尾長、一平がスルスルとニアに縦の突破、ドゥドゥのスライディングです。いい勝負でしたね、今のところもね。ドゥドゥがこれだけ守備するっていうのはね非常にチームとしても鼓舞してるんじゃないですかね。お互い譲れないものが出ています。今のここの切り返し非常に深かったんですけどね、はい、ここに対してしっかりついてきますからね、見応えありましたね。ただここもコーナーキック大宮、ここまでいろいろデザインされたプレーを見せていますが5人ほど選手が固まっている大宮です。固まりからどうやって分散していくか、でファーサイド来ましたよ、小野がファーサイド、さあ一平ここも間を取ります。高く上げたそのファーサイド、
まあ、今はね、少しキックミスだとは思いますけどもね、はい、この豊島のさらに外に小野が上がってきました、うん、もしかしたら外をそこを狙ったのかもしれません。これ多分1本目にやりたかったのかなっていうねのがあったんですけどね、はい、うん、小野がこうそそそっとねスススッと入ってきてボレーのような形で決めるっていうねそういうデザインだったと思いますけども ねここは岡西長いボールではなく新井が近づいていきました。まあ、今小柳が一列上がってますよね。そうですね、新井ではなく小柳が、まあ、今のはこう引き出したのが新井だったからこのような形になったかもしれないですけどね。ただ甲府小柳も新井も、まあ、ボランチもできる選手ですからね。小柳がしっかり可変をしてね相手の立ち位置見ながら、まあ、また戻りましたよ ね。うまくこう豊島の背中でボランチを引き出す動きっていうのをして していってますよね、はい、三河戸小野っていうのが食いついたスペースバイタルのところにこのバホスドゥドゥっていうのが入ってきたいんですけどね、はい、このポジションですよね。今ドゥドゥがいるポジションですね。ここですね、はい、ドゥドゥポストプレー野沢が右サイド大助大助ドゥドゥはまだここで一回プレーを切ります。ドゥドゥが後頭部頭あたりを押さえています。うまい位置で受けた瞬間に後ろからプレス来たんですかね。ここね山越ですね、まあ、そこまで当たって手はないのかなっていうのはありますけどもね。ここですよね。まあそこの位置を取れるかどうかっていうのはこのゲームを左右するポイントではありますからね、はい、でもあそこを開けるためにボランチの位置に新井が入っている、小柳が、まあ、入りましたけどもね、あそこに帝小野っていうところを食いつかせながらその一瞬の空いたスペースに対して、まあ、泉沢、ドゥドゥ、まあ、バホス、なりが入っていくとうまくコンビネーションを取れるのかな。で今日はさらに攻撃的なのがそこに対して野沢、武田っていうところが入ってきますから、はい、それはねまだ大宮の方はねこうまだマーク見切れてないのかなっていうのはありますよね、うん、ここですよね。新井がここを豊島の背中取りながら、小野と帝を引きつけるんですよね、はい、そうするとドゥドゥ、まあ、インサイドレーンのところが空いてきますからね。今内田もインサイド取ってますよね、はい、これサイドバックのねウィングバックのね。非常に人数をかけて相手のギャップつこうとしてますよね、甲府はね、はい、数的優位を作ろうというところですが、新井からドゥドゥへのボール、大宮ここは出足がいい。いや今の渡部ですかね、出だし良かったですよね、はい、まあ、その前に一平篠塚もプレッシャー行ってましたけどもね、大宮一筋13年目、完全に前に入ってましたからね、はい、まあ、この出足の良さというのがこの渡部の特徴でもあります。前々節東京ヴェルディ戦は開始およそ50秒で決めたゴールというのもその出足からでした。距離はありますけども、狙える2人だと思いますね。そうですね、一平篠塚そして左の小野がいます。変化させた右クロス高く上がったボール、まだゴール前、豊島が競りましたがネットを揺らすことができませんでした。このロビングボールに対しての迫力っていうのはお互い高さありますね、はい、ここも小柳と甲本、そして最後は誰ですかね、西村じゃない27番、はい、豊島です、武田でした。豊島と武田のところもね、はい、体をどうやってぶつけるかっていうところですよね、ですから組織でも崩し合えますし、そして高さでも、そしてセットプレーでもレベルの高い試合だと思いますね、はい、その均衡がどのように破れるのかです。まあ、あとはここはドゥドゥは少しちょっと苛立っているんでね、冷静になった方がいいと思いますね、はい、小野がキープして山越、もう一度の縦豊島、うん、今度間に帝、
一平篠塚ターン、大宮のファウルの判定、クイックリスタート、ドゥドゥノーファウルです。今のも当たってはないですよね、うまくこう駆け引きしてますよね、はい、ドゥドゥはね。そして山越のうまさも光りました。まあ、さっきのようにね、豊島のところに入った瞬間にワンタッチで近藤がサポート行ったっていうシーンがあるとやはり崩せますよね、はい、そしてボランチの帝が上がってきた場面でした。ここはシンプルに一平篠塚、野沢が下がりました。ちょっとここはアフターで一平行きましたかね今ね、ここはうまくレフリーがコントロールするべきですよね、はい、少し荒れてきてますからね。まあ、ピッチ近く伊藤監督の声も聞こえています。いや、こういうふうにこれもマネージメントの一つだと思いますよね。監督も戦ってるよっていう、選手もお前らも戦えよっていうね、選手ってこういうの結構聞くというかね、はい、一緒に戦ってくれてるなと思うとスイッチ入ってくるんですよね。それほどこのゲーム両チームとも落とせないという一戦でもあります。ここは大宮ボールです。新井が弾いたボール、泉様のファウルの判定、大宮です。まあ、今日はあのようなシーンは、ね、全部取ってますからね、そういうレフリングだよっていうのも、ね、選手は把握していかなければいけないですよね。今は大宮が、まあそうですね、早くリスタートしたかったですけどね、はい、まあ、バホスが少しこう邪魔をしたような形になりましたけどもね、はい、もうこのような時に豊島はすでに準備しておいた方がいいですよね。先ほどのようないい形作れますからね、ただ甲府がハイプレスをかけました。中盤セカンド西村、内田から左の泉沢、オフサイドはありません。近くにバホス、泉沢またぐ、今は内田から泉さんに対してね、こういいボール入りましたよね、長い距離だったんですけども、はい、インサイドでこう滑るようなボールでね、泉沢が受けやすい、そしてこうやって前向きの体勢を取るのにうってつけのボールに出ましたよね、まあ、ここはうまく渡部が消しましたけどもね。常にここは大宮の選手たちで豊島の位置も確認しながらボール回してますよね、はい、豊島はそこに対して準備していかなければいけないです。今のいい動きですよね、一回引きましたよね、この後ですよね。右に一平、前線で献身的な動きを見せている一平篠塚、その一歩へのボールでしたがタイミングは合いません。まあ、今のはもう甲府がね、同サイドで決着しようとね、人数かけていたんでね、大宮としては逆サイドまで展開してね、そこからスピードアップして突破していった方が良かったのかなっていうのがありますね。行きましたよ、近藤がスイッチ入れましたよ。ここ豊島も行きます。ドゥドゥ山越が競って大宮ボール、あまり立ち上がりこそありましたが、大宮のいわゆるサイドチェンジというのが少しこのゲーム少ないようには感じますね。まあ、あの状況だと思いますね、はい、いいボール入りました。豊島から帝、スペースがあります。左山越、小野、小野が近づく、前を向く、バオホスが追いかける、いい守備しましたね、バオホスね。しかし渡部です。帝から近藤へは合いません。今もね、近藤いいランニングしたんですけどもね、小柳ついてきましたね、今ね、はい、ドゥドゥバホス、山越です。まあ、ここですよね、こういうところで少し遅れ目に入ってるんでね、レフリーうまくコントロールした方がいいと思いますね。
どちらかというと甲府の方がストレスを感じている選手が、そうですね、特にドゥドゥバホスのところですかね、はい、なかなか今いい状況でボール入ってこなくなりましたからね、ディフェンスの時間が多いんでね。オナがコウモトから渡部、ワンタッチ、一平篠塚、渡部クロスは上げさせませんでした。いやもう渡部から一平篠塚に、ね、ワンタッチでいいボール入ったんですけどもね、はい、内田が戻ってきましたね、ここのせめぎ合いですよね、はい、渡部と内田という関係性ね。いやミラーゲームお互い同サイドでの、うん、バトルが激しいですね。本当あのスペースがないんですけども、はい、そこはランニングしてね自分たちで作り上げてるんですよね、でそこに対していいボール入ってるんですけども、はい、それをこう守る組織での守備と個人での能力っていうのは非常に高いですよね、ここはね、はい、ただこれは90分続くかというとそこは難しくなるんで ね、まあ、5人枠っていうのも大事になってくると思いますね。そうですね、試合前には甲府は30度という気温でした。小野が前を向く、小野から渡部、もう一度小野、既に欠かせない存在になっている2年目です。一平篠塚が前を向く、ここは今津がプレスに行きました。ちょっと一平のねタッチが大きくなったところうまく今津が奪ったんですけどもね、その後少し遅れ目に一平の足が入りましたかね。うまくこうカットしたボールの後ですよね、一平の足が入ってきちゃいましたかね、はい、まあ、両選手ともに立ち上がっています、うん、ここまで今津は甲府で唯一全試合5試合フル出場です。非常に対人の強さもありますしね、カバーリングっていう能力もありますしね、まあ、ライトをうまく小柳3名がねしっかりライン統率してますよね今日ね。ここもバホスには収まりません。武田、ドゥドゥが前を向く、2人3人とつくが外、泉沢、内田がストレート線のボール、ファーサイド、藤田が折り返す、バホスシュートまではいかせない、山越ですかね。いや今内田から藤田へ、ね、いいボール入ったんですけどもね、まあ、苛立ってますしね、はい、これその前のプレーですよね、遅れて入っていってしまいましたからね、はい、少しここは落ち着かせるためにもね、チームメイトが一言声かけてあげるっていうのも大事だと思いますね。まあ、今野沢は近づいてはいますが、このプレーです。もう人に対して当たりに行こうっていうね、そういう意図が見えましたしね、ここでレフリーに対して少し意義ですかね、これに対してのイエローですかね、はい。ジュニオールバホスは今季1枚目のイエローです。そして前半45分が終了、前半のアディショナルタイムは2分が用意されています。緊張感の高いまま前半45分がすでに経過しています。ここはドゥドゥのファールの判定です。そうですね、飛ばなかったですからね、はい、いやこのドゥドゥバホスに、まあ ここもあのトライ用だと思うんですよね、はい、今のもしっかり相手を抑え込んで相手が飛べないような状況を作り出せればいいキープできるんですけども、ちょっとしたスペースを与えるとねあのようなファールになりますからね、そこはもう体の入れ方の技術だと思いますね、はい、やはりこの時間も大宮がボールを握っています。カットした甲府、内田からバホス、バホスからドゥドゥへのスルーパスは渡りません。そしてバホスのハンドの判定です。でもあのこの2人でね、決着をできれるような匂いもしますからね、そして隙を逃さないという小野から一平でしたが渡りませんでした。内田が少し痛んでますかね。そうですね、先ほどのプレーですよね、その1個前のね、はい、本人は今できるそんなジェスチャーを見せました。
一度こうライン上に、ね、倒れていたところにボールが入ってきたんでね、戻ってはきましたけどもね、はい、まあ、前節回避はしているこの内田ですが、立ち上がりました。ここですかね、腹部にボールが入って少し息がしづらかったんですかね。今立ち上がって内田がスローインを入れます。そしてここで前半45分が終了です。安藤さん、はい、スコアは0対0、両チームネットこそ揺らしませんでしたが、この豊島バホス、まあ、攻撃陣そして守備も、まあ、両チーム非常に見応えのある45分ですね。いや、それぞれのストロングポイントを出しましたし、それぞれのチームの、ね、ストロングポイントも出たレベルの高い、ね、濃い内容の試合だと思いますね。特にディフェンスの部分での組織、はい、そして個人でのディフェンスっていうのが、ね、表現された前半だったと思いますね。組織的な守備の大宮、そして守備の再構築が必要だった甲府。ヴァンフォーレ甲府対大宮アルディージャ、前半終わりまして0対0、両チーム得点はありません。現在ハーフタイムに入っています。2020明治安田生命 J2 リーグ第6節、ヴァンフォーレ甲府対大宮アルディジャ、前半は0対0、両チーム得点はありませんでした。ではその前半スタッツで振り返ります。須藤さん、シュートはともに3本ずつ、まあ、打たせなかったというゲームなんでしょうか。まあ、そうですね、バイタルのところには入れさせなかったのが、ね、この数値まで出てきたのかなと、ね、思いますね。お互いやはり堅守が目立った試合だったのかなと。その中で大宮がこのボール支配率 61% っていうのはあったようにね、はい、やはりカウンター一辺倒ではなくて自分たちでボールを持ちながら攻めようっていう形がね、何度か見え隠れはしましたね。それに対して甲府がうまく中を締めてやらさせなかったっていうのがね、後半どのような図式になっていくかっていうのはね、見ていきたいですね。パス数も100本近く大宮が上回っています。
今その両チームのプレーエリアですが、まあ、やはり須藤さん、うん、甲府陣地でというところが、まあ、やや多くなっています。まあ、甲府が引き込んで守備をしていた時間帯長かったですからね、このようになりましたよね。でも甲府はそこに活路をあまり見出してないのかなと、うん、奪ってカウンター、もちろん新井の、ね、位置を変えてポゼッションもしていこうという狙いは見えますからね、はい、また後半それはどういう立ち位置でやるかを見ていきたいですね。では平均ポジション、まず甲府ですが、まあ、左サイドの泉沢が高く、そしてまあ中盤以降は非常にしっかりと守っている、そんな立ち位置ですね、うん、もっと、ね、野沢の位置が高いのかなと思いましたけどもね、はい、まあ、両ボランチがバホス、ドゥドゥの周りに行ってるなっていうね、そういうイメージがありましたしね、新井、はい、がやはり高めの位置を取ろうとしてるね、そういうのも見えてるのかなっていうのありますね。一方の大宮です。まあ、豊島そして一平が高く、まあまあ、左肩上がりですかね、はい、山越が非常に高い位置までボールをこう持ちながら上がっていたシーンが多々ありましたし、そこからね豊島に入ったり近藤に入ったりっていうところがあったので、ね、やはり左からの攻撃っていうのが多かったのかなっていうのはね、これを見ても分かりますね。アタッキングサイド、甲府は左が 50%、 泉沢そして内田のサイドです。うまくねこう内田がインサイド取ってきたりしながらね相手を攪乱してましたし、泉沢のところでねうまく時間を使って内田のオーバーラップを待ったりとね、左側が活性されていましたね。一方の大宮、あ、うん、左 63% です。うまくこう、まあ、近藤のところの引き出し方、ええ、でうまくねこう西村、甲本のところで作りながら山越をちょっと高めにして、まあ、相手の立ち位置にもよると思うんですけどもね、はい、そこからこう縦へのボール、まあ、一平篠塚もダイアゴナルランっていうのを何度もしてましたし、ようにね、ええ、左からの攻撃っていうのは活性化してるんだなっていうのはね数字でも表れてますね。以上前半をスタッツデータで振り返りました。続いて前半ハイライトです。前節今季初黒星を喫した両チームです。前半のこちら7分、高い位置で奪ったバホス、そしてドゥドゥ、バホスのシュートシーンです。いやもう本当この2人で決着ができる力持ってますしね、やはりあの位置でこうショートカウンターで持っていって得点をしようっていうね現れてましたね。一方の大宮、この尾長のミドルです。これだけ中密集してるんでね、ああいうミドルシュートっていうのは効果的ですよね。思いっきり足振り抜きましたよね。もうここも岡西少しねこうビハインド、ブラインドになったと思うんですけどもね、はい、うまく反応しましたね。そして変化をさせてきた大宮のコーナーキック、これね西村うまいシュートだったんですけどもね、ここも岡西ビッグセーブでしたね。はい、うまくこう後ろに反らすって非常に難しいんですけどもね、うまくこう目線を切らず、今もボール見てますけどもね、うまく流し込みましたね。そして大宮のフリーキック、折り返したところ最後は豊島でした。この空中戦のせめぎ合いですよね、はい、非常に迫力ありましたね。ここもそうですし、次の豊島と武田のところのこのボールへの反骨心というかね、もう強さっていうのはありますよね。続いて選手比較です。注目するのは甲府はバホス、大宮は豊島です。まあ、特にバホスの方はイライラさせてた大宮のディフェンス陣の勝ちかなっていうのが見て取れますよね。やはりボールも触ってないですよね。そうですね、まあ、立ち上がりこそシュートはありましたが、はい、うん、対して豊島の方はやはりうまくねこうディフェンス、まあ、3バックの脇をうまく使ってボールを引き出してましたしね、はい、ただお互いもっとねシュート打っていいのかなっていう、打ちたかったなっていうのはあると思いますね。それが苛立ちにもつながってますしね、はい、まあ、逆を言うとそこをうまく両ディフェンスが抑えたのかなっていうのね、はい、ありましたね。残り後半45分でこの両ストライカーはネットを揺らすのか、そのあたりも注目です。ヴァンフォーレ甲府対大宮アルディジャ、前半0対0、両チーム得点はありませんでした。ここまでデータで振り返りました。
甲府と大宮の第6節前半終わりまして0対0です。増戸さん、はい、大宮は昇格のために、まあ、今は2位のままです。順位をこれ以上落とすわけにはいかない一戦ですね。まあ、前節高井監督も言っていたようにね、またもし中断してしまってシーズンが終わってしまうっていう可能性もゼロではないわけで、はい、じゃあ取れるときに取っていこうっていうね、うん、そういうのがありますから、やはりアウェー中3日の厳しい状況でも勝ち点3はね狙っていこうっていうね、そういう戦いの意図はあると思いますね。また来週からは3連戦になりますから、まあ、いかにチームで戦うのかというところですね。まあ、総力戦だと思いますね、はい、早速大宮は背番号39、今シーズン控えにも入っていなかった島田が一平に代わって入ります。まあ、動いてきましたね。まあ、一平もすごくこうランニング回数多くてね、引き出していたんでね、まあ、うまくこう前衛を使いながらパフォーマンスを上げていこうって、もう一度エンジンを吹かしていこうっていうね、はい、そういうのもあると思いますね。この島田は攻守にわたるハードワークがあります。一方、須藤さん、甲府は上位の大宮に勝てば勝ち点差一気に縮められる、甲府からすると6ポインターのゲームでもあります。いや、前節と違って攻撃の部分でね、可変をしながら相手が届かないところにボールを入れていこう、そして前線に入った時にボランチがこうサポートできる距離を取りながらボールを進めていこうっていうね、そういう狙いがうまくはまりつつあるんでね、その、まあ、新井の位置、野沢の位置、武田の位置っていうところをね、もう一度見ていきながら、それを対して大宮なかなかそこをうまくつけきれなかったんで、はい、どうやって消していくか、誰がついていくかっていうところをね、見ていきたいですね。そしてフィニッシュはこのバホスなのか、前線にどうつなげるのかというのを注目の残り45分ということになります。まあ、豊島、バホス、どちらの名前を呼ぶ回数が多いかっていうのはね、得点に直結すると思いますね。そうですね。甲府は交代がありません。須藤さん、先に動いたのは高木監督、うん、伊藤明監督は動かなかったというこのハーフタイムですね。まあ、ここから
選手交代システムの変更っていうのもね、あると思いますからね、はい、ベンチワークっていうのもね見ものですよね。そうですね、前節ともに、まあ、追いかける展開でフォーメーションを変えたという両チームでもあります。この豊島今季初ゴールなるか。後半45分キックオフです。長いボール今津から前線ドゥドゥの頭を越えていきます。まあ、島田はそのまま一平篠塚の位置に入りましたかね。そうですね、541、はい、シャドウのと右ですね、はい、奪ってから非常に切り替えの早いアタッカーです。先に動いた高木監督、大きく蹴ります。佐藤さん、前半はともに、まあ、堅守が光った45分でした。まあ、ここもそうですよね、洗いを下がらないでフォワードに対して入った時の今武田がサポートきましたよね、ここですよね、はい、ここが今日前節と全く違うポイントですよね。今もバホスに長いボール入ったんですけれども、はい、今は武田がもうサポートできる、もしくは追い越せるような、ね、位置取ってますからね。さあ高い集中力、45分ともにどう続けるか。右の渡部、豊島からもう一度渡部、右に途中出場の島田、左利きの選手です。前を向く小野、ミドルもあるがバーホスに非常にチェックの早かった大宮です。甲府はカウンターしたかったですよね、はい、外で回す大宮、今尾長がバイタルの位置にいます。一旦作り直します、まあ、少し、ね、今前線動きがないんで、ね、なかなか入らないですけどね、はい、ただ縦に入れてきます。今度奪った武田、うん、ここは山越です。ここのバホスに対しては絶対に不利にさせてないですよね、はい、前を向く豊島、収まりませんでした。今豊島いい位置で受けたんでね、はい、あそこは必ずキープしていきたいところですよね。立ち位置としては素晴らしい位置取りましたよね、はい。まあ、豊島がうまくセンターバックをロックさせて、その引っ張った間ですよね、間を誰が取れるか、はい、島田なのか近藤なのかというところが取ってきたですよね。今近藤が開いて尾長が裏に抜け出そうという大宮でした。うまくローテーションしてますよね、はい、この辺もね。そして西村から今度は右渡部、ブロックをしっかり敷く甲府です。甲府もやられてたくないところは絶対にボール入れさせないですし、はい、入ったとしても狙ってるっていうのがね、本当できてますよね、ここまで ね。ただ必ずその隙っていうのはあるんでね、武井監督が言っていたようにその隙を逃さずに打ち込んでいきたいんですよね、はい。抜け出そうという近藤ですが、作り直す大宮、今度は左山越、尾長はそのまま上がっていきます。何度も甲府の最終ラインとの駆け引きを行っています。まあ、この間も大宮はリスク管理だけはしておきたいですよね、はい、やはりバホスっていうのがいますからね。甲府としては守っていてもどこにバホスがポジションを取ってるかっていうのも見ていかないと、奪ったボールをワンタッチで入れることができないんでね。ただそのバホスには入れさせない大宮です。そこのせめぎ合いですよね、はい、うまくこう受けながら一撃を狙っている甲府で、そこをさせない大宮っていう図式ですよね、はい。そしてボールを持っているときは前半同様、新井がボランチの位置に上がっています。可変です。小柳、ドゥドゥから右藤田、 いい関係性ですね、今バホスね。そして藤田がそのまま上がる、マクバホスがドゥドゥが開けたスペースに入ってきましたよね、はい。そしてリスタートバホス、新井グランダのボール、
まあ、ミスというかね、こう大宮がしっかり防ぎましたけどね、はい、今のワンタッチのボールですよね、あれはやはり効果的ですよね。泉沢、ここもワンタッチ、左内田、中には4人、5人目が入るファーサイド、藤田が入ってきました。あれ、あのワンタッチでボールを預けてあげるとね、今では内田ですけれども、時間が作れるんですよね、はい、そこでもうしっかり狙ってクロス、ここのワンタッチですよね、このワンタッチ入れることによって内田の時間がありました。でここでねファーサイドを狙って藤田をしっかり狙ってたと思うんですけどね、はい、今カバーしましたね、大宮がね、その藤田がボールをセット、ファーサイドで内田が呼ぶ、間を取ります。パーカ、ニアカ、藤田速いボール、ニアサイド、決まった。この試合もセットプレー、ニアサイドドゥドゥ。いや、難しい角度だったと思いますけどもね、今ピンポイントの速いクロス、ドゥドゥが今季3点目です。まあ、おっしゃる通り本当にニアですよね、ここニアで非常に角度はもうないところを右足のインサイドでこうフリックのような形ですよね、はい、流す、本当に当てるだけっていう、角度変えてあげるだけっていうシュートでね、もうここしかないポイントに蹴り込みましたよね。まあ、ここでファーサイドで突っときながらですよね、目線はファーサイドに大きい選手いっぱいいますからね、そこで来るんじゃないかと思ったところ、ニアサイドドゥドゥ、デザインされたコーナーキックだと思いますね。これで甲府は3試合連続コーナーキックからゴールということになります。そして須藤さん、試合前に伊藤明監督が話していた先制点が甲府に入りました。まあ、そうですね、ここは絶対に取りたかったところだと思う、まあ、お互いなんですけどね、取った甲府ですからね、またここからね動きが出てくると思いますね。はい、豊島を狙う、豊島のシュートはそのまま流れてきます。いや、豊島も今強かったですよね、はい、こう若干引っ張られたと思うんですけどもね、体をうまく当てながら反転してクロスまで持ってきましたからね。セットプレーからドゥドゥのゴールで1対0です。もっと早くプレスバック、この後半立ち上がりに試合が動きました。バホスキープ、泉沢からのドゥドゥです。甲本のボールを狙うドゥドゥ。いや、ドゥドゥのスピードはやはりありますよね。前半は非常に守備に献身的に、そして後半はセットプレーからゴールを挙げたドゥドゥです。さあ、1点追いかける展開は大宮、ここにはプレスは誰も行かない甲府、前をゆっくり向く小野、まあ、今ね最初から島田入ってます。そうですね、今動き出しましたよね、はい、あのように動かないとなかなかこのブロックは突破できないのかなっていうのありますね。豊島が降りたところに島田が来ました。ここは近藤から豊島、ワンタッチ、少し呼吸が合わない、小野がフォロー、右の渡部、渡部クロス、豊島、いや、ここも豊島もねうまく相手の前に入ってね、はい、ヘディングで当てることはできたんですけどもね、そこに対してしっかり甲府もね、今新井でしたかね、はい、ついてきましたよね。やはり渡部のクロスっていうのは抜き切らないでも上げてくるんでね、はい、そこをしっかり豊島もいつ入れてくるんだっていうのをねしっかり把握して相手と駆け引きして前を取りましたよね。もう抜き切ってないですよね、でも前に入ろうと した豊島、そこを許さなかった新井っていうのもね見応えありましたね。この試合もセットプレーからの失点でした大宮です。やはり須藤さん、前半同様球際非常に強いですよね。まずですかね、今豊島に対してやらせなかったですからね、はい、ここも泉沢が行きます。もちろんね、うまさとかシステムとか戦術とかっていうのは大事になりますけれども、デュエルの部分ですよね、このところの戦いっていうのに勝たないとなかなかね、そのシステムや戦術っていうのは生きてこないですからね、はい、
石村にはバホスです。もう前から行くっていう時はね、必ずしっかり後ろもついてきてますからね、甲府のディフェンスね。サイド島田、ミカド開きます。ものには甲府武田がつく。ここも尾長が動いています。引っ張ったところ、まあ、大宮としてはね、もう少し速いスピードでボールをねサイドに展開していきたいですよね。無理やり入れていってもなかなかきついのかなっていうのありますから、はい、非常に左サイドを尾長が最終ライン駆け引きをしているんですが、ちょっと狭いですよね、はい、もう少しギャップを見出しながら攻撃縦へのボールっていうのを入れていきたいですよね。やはりバホスには収めさせません山越。いや、この辺り大宮やはり徹底してますね。もう絶対やらせないっていうね、ありますよね、はい、右の渡部、島田が比較的幅を取ります。いや、前線動いてます。近藤が今開けましたね。こういうところを見逃したくないですよね、はい、まあ、あとは走るタイミングだとは思いますけどもね。渡部、島田カットした甲府、泉沢、バホス、前を向く野沢、バホスが呼ぶ、バホスには出ません。野沢から泉沢、まあ、今ねバホスに出してあげてもよかったのかなっていうのがありましたよね、はい、ワンテンポ置いたんでね、もうバホスにはマークついてしまいましたから、はい、泉沢にチェンジしてねボールを出しましたけどもね、まあ、カウンターの破壊力、キレっていうのはやはりありますよね、甲府ね。そして追加点を狙おうという甲府です。その甲府の強固な守備をどう崩していくか。小野が迷った末、左の山越、考えるというよりもね、もっともっとどんどんボール散らしていった方がいいと思いますね。ここは前線島田が動く。いや、狙って狙って縦へのボールですと今のようにね、今津もカバーできますしね、はい、マークも外しにくいんでね、もうそれよりも考える隙を与えないようにボールをどんどん散らしながらギャップを見出してパンとねワンタッチで入れるっていう方が突破できるのかなっていうのがありますね。ここまで9失点という甲府がそこまで高い集中力を維持しているということでもありますしね、まあ、ボランチのところのスライドの速さというのが、ね、すごくありますよね今日ね、はい、ここの野沢のところと武田の締め具合ですよね、ボールを中心としてボールが移動すれば必ず早くスライドしてきますから。ここはただ縦です。渡部非常にいい位置にいた島田、その後もう一度島田前を向く、右の渡部、中3人クロスで今いいボール入りましたよね、はい、やはりああやって武田と野沢の脇っていうのを通過するとチャンスになりますよね、非常に島田がいい位置を取っている大宮です。ここもワンタッチですがタイミング合いません。お互い取り合いですよね、あのインサイドレーンのところね、はい、ボランチの脇っていうところを誰が使うか、まあ、もそこにいすぎても相手にケアされますから、はい、タイミングですよね、ボールが移動中にそのポジションを取る、で出てこないときにもう一度動き直すっていうね、ほんの1メートルとかでもいいと思うんですよね、はい、その1メートルを動けるか動けないかだと思うんでね、そのいわゆるオフザボールの時とあと連動性が非常に求められる、非常に両チーム組織的に守るゲームだからこそですね、もう本当一瞬しかないと思いますね、そのチャンスを逃すと完全に突破できないんでね。あとは甲府の方はね、少しでもこうディフェンスになる時間を減らす上でも自分たちで今こうやってボール持ってますけども、はい、持つ時間っていうのも必要になると思いますね。小柳がバホスを走らせます。
まあ、前半のように、ね、うまく新井が相手の帝と小野のところを引きつけることができるとね、はい、間が空いてきますから、そこをもう一度、ね、うまく使った方がいいのかなっていうのはありますね。ここも近藤が動いてはいますが、作り直す大宮です。中盤帝縦尾長が、うん、今いいポジションチェンジですよね、うまくああいう動きがあると活性化できますね。そしてサイドを変えます。尾野からもう一度後ろに戻します。やっぱ武田野沢のところのプレス効いてますよね、はい、今もね。ここも行きますよね、野沢すぐね。なかなか大宮帝が前を向けません。尾長動きが止まってしまうと入らないですよね、はい、もう一度作り直しの大宮です、まあ、動きもそうですしボールも動かせないとなかなか崩れないんでね、はい、考えてではなくてもどん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 ボール動かしていった方がいいと思いますね。最終ライン河本帝、ここも動きはありません。尾長が結果的に右で作り直させます。渡部、豊島が近くにいる。小野が前を向く。動いているがワンタッチワンタッチ、島田シュートまでは行かせない。今のは面白い攻撃でしたよね、やっぱスイッチを入れないと突破できないですよね、はい、あとはやはりドリブルでの仕掛けっていうのも、ね、必要なのかな。若干今渡部が、ね、インサイドで受けてたんですけども、はい、低い位置でね、もう少しワイドに張って1対1で勝負仕掛けていくっていうのも、ね、いいかもしれないですね。戻ってきたのはドゥドゥでした。そしてここで大宮2枚替え、小野に変えて大山、そして近藤に変えて奥抜きです。安藤さん、まあ、ボランチ小野はもう少し散らしたかったというところがあるかもしれません。少しね、今の時間帯は考えてボールを握る時間多かったんでね、はい、もっともっと散らしていいところで受けれる選手だと思いますんで、ね、さらにこうパワーアップしてきてもらいたいですね。ただ須藤さんがお話があったドリブルができる選手、奥抜きがここで入ってきました、うん、そういう違いを見せないと、はい、なかなか突破できない強固な守備ですからね、ここは左の内田がオーバーラップ、そこには合いません。セカンド回収大山、新井から武田、バホス前を向く、早いプレスは大山です。甲府もここで選手交代です。バホスに変えてハーフナーマイク。安藤さん、前半立ち上がりいい場面でバホスシュートはありました、まあ、うまく、ね、ボールが入っている時はやはりパフォーマンスあるんですけども、こう消えた時間っていうところにもう少し冷静になっていければ彼のパフォーマンスっていうのはもっともっと上がってくるのかなっていうのはありますね、だからオフの時の動きで、オフにされている時の動きっていうのをね、はい、レベルアップできればもっと得点数っていうのも増えていくと思いますね。そして後方も2枚替え、泉沢に変えて松田が入ります。まあ、両チームここで前線の選手を変えてきたというところですね、まあ、特に大宮はね、両翼っていうのを変えてきてますからね、ツーシャドウの2枚をね、はい、でそれに対して甲府ももう一度前線から活性化しようっていう狙いが、もう得点を取りに行こうっていうね、お互いがそう感じますね。そうですね、前線収まるハーフナーマイク、そしてタフなスタミナのある松田が投入された甲府です。高い位置でカット大宮、左から奥抜き奥抜き奥抜きのシュート、まあ、今のようなドリブルですよね、ああいうプレーで突破するっていうしかないのかなっていうのはありますね、はい、そして両翼の片割れ、島田のプレーによって大宮ボールに変えます。奥抜き島田のところでね、前向いたら勝負でいいんじゃないですかね、はい、動いてる奥抜き、活性化してますね、大宮の前線ね。ここは甲府ボールに変わります。
まあ、1点追いかける大宮、ここで奥抜きと島田、まあ、共に一平とも近藤とも違うタイプを入れてきましたね。で大山を入れてね、もう一度そこの時間を作る動きなんですけども、もう少しこうチラシを早くしていこうという狙いもあると思いますね。武田から左のマイクには収まりませんでした。まあ、一方甲府はね、前線にターゲット的な選手マイク入れて、その周りを走れる松田を入れたんでね、はい、長いボールが増える可能性もありますよね。はい、ここは右の島田、島田から三角、山越高市、尾長前で呼んでいる豊島、大宮としては奥抜き島田のところをうまく使っていきたいですよね、はい、あれまだまだフレッシュですしね、仕掛けることできますからね。西村、渡部、スペースないですよね、はい、ここで大山です。攻撃のタクトを振る大山、もっと前に前に、そんな手のジェスチャーもありました。この辺はテンポ上げていきたいですね、はい、渡部、島田、サイドチェンジ、尾長ダイレクト、いや非常にいいと思いますね。今のような速いサイドチェンジも有効ですし、はい、サイドの選手がダイアゴナルに入ってきて、相手のディフェンスラインの裏を突破する動き、そこに対して浮いたスルーパスっていうのも有効だと思いますからね、はい、やはり引いた相手を突破するにはロングシュート、ミドルシュートであったり、ドリブルの仕掛けであったり、まあ、そのドリブルの仕掛けによってファールを取るということもね、得点を取るには大事なポイントだと思いますね。収めたハーフナーマイク、前を向く、回収した大宮です。さあ前を向く島田、フレッシュな島田、渡部には松田でした。まあ、ここもねサイドチェンジしたいんですけどね、はい、もう藤田がしっかりそのスペース消してましたね、今もね。非常にタフなオナが、それを許さないのが甲府の藤田です。まあ、ここもね逆サイドまで持っていきたいんですよね、早くね、まあ、でも内田がもうここで準備してるんですよね、はい、でも内田をあえて渡部の方に引きつけることによって、今のインサイドレーンでの島田のところが空いてくるんでね、はい、そこをうまく使っていきたいですよね。もうサイドチェンジするふりをして、こうエッジコントロールでね、縦に入れるようなボールを入れていくと、はい、ディフェンスって一歩こう騙されるような動きで、ね、反応してしまうんでね、ええ、インサイドが空くと思いますね。まあ、そのためにはまあ渡部、尾長あたりがより幅を持った方がいいと思いますね。ここも中盤、甲府に収めさせない大宮です。そうですね、この時間帯は甲府は少し攻めの糸口がつかめてないですよね、はい。まあ、動き前線は動くタイプの選手ではないのでね、うまくマイクのところで起点となるようなね、まあ、ボールを入れ込んであげることが必要ですよね。こういうところですよね、はい、ここでうまく左サイド、甲府の左サイド、内田を引きつけてインサイドを取りたいですね。そうですね、こういうところですね。今は渡部がその内田の裏を狙っている、渡部のファウルという判定。ここも素晴らしい戦いでしたよ ね、 今ね、どちらがこう相手の背後を潜るかというところでね、はい、ここもうまく渡部が潜りたかったんですけど も、 もう頭を入れて内田が入りましたからね。そしてここで後半の飲水タイムです。いや内田というと非常に精度の高い左足、まあ、攻撃では非常に目立つんですが、このゲームウィングバックとして背後しっかりとケアしてますね。いやそこは絶対にやらせないよっていうねのはありますよね。ウィングバック本当にきついポジションだと思うんですよね。この上下動をしなければ相手に、今のもね大山にやられて、あ、渡部やられてましたしね、はい。まあ、大宮はこの甲府ドゥドゥのゴールによって追いかけるという後半です。まあ、あのバイタル手前まではねうまくこう運べてるんでね、やはりどうやって崩すか、まあ、大きい動きっていうのは必要になると思いますね、はい。大きいサイドチェンジ、大きいダイアゴナルの斜めのランニング、まあ、ミドルシュートも含めてね、なかなか入っていけないであればどうやって引き出すかっていう作業に切り替えた方がいいのかなっていうのもありますね、はい。
であんまり角に2人でいかない。前線この豊島を使うのか、途中出場のドリブルキレのある奥抜き、そして島田のポジショニングで変化をさせる中、ここで豊島に変えて富山を投入するという大宮です。いやー、須藤さん、まあ、あの豊島もね、本当に非常にスペースを見つけてね、ランニングをして起点になってましたよね、はい、ただもうここはもうフレッシュな選手富山を入れて、さらにこう前線でかき回そうっていう ね、そういう狙いもあると思いますね。より前線で汗をかき走り続けることができるというのがこの富山です。ここまで4枚の選手交代、高木監督です。70分経過、玉木はハーフナーマイク収めて武田、うん、マイクのところで時間を作りたいのは甲府だと思います。はい、そしてやはりこの時間も新井が上がっていきます。しかし高い位置にプレッシャーをかける大宮。いや、もう行こうっていうスイッチですよね、はい、まあ、富山にしろ今奥抜きにしろ前線から守備いける選手ですからね、そして中途半端なボールはクリアするのではなくつないでいきます。大山、西村、渡部呼んでいる富山。大きく蹴ります。いや、大山いい位置にいましたね今ね、はい、あそこでねマイクに起点になるとなかなか厳しいんですけどもね、うまくケアしましたね。いや、大宮はセカンドの反応が非常にいいですね。三角縦のボール、セカンド富山から左、オナが角度をつけてミドルシュート。いい狙いだと思いますね、はい、山越ああやってシュートに行くと今のも野沢ですかね、食いつきましたからね、はい、優位性持てますよね。もうここを受けに行ってシュートしようっていうね、そういう意図を持ったプレーでしたよね、うん、やはりディフェンスラインからこのような動きで崩すしか今方法ないのかなっていうのはありますね、うん、まあ、その前も西村からほんとこう矢のようなねくさびのボール入ってますからね、はい、どんどんこういうボールを入れていっていいと思いますね。ここも大宮ボールです。体を張ったドゥドゥ、甲府ボールに変わります。後半セットプレーコーナーキックで先制した甲府です。ここはゆっくり時間を使っていた甲府。藤田がハーフナーマイクターゲット、攻撃に移りたい大宮ですが、マストさん、残り18分、大宮の時間帯が非常に長いんですが、まあ、甲府としてはもうチャンスがあれば1点を取りに行こうっていうね、そういう戦い方にシフトする時間帯なのかなっていうのがありますからね、はい、まあ、あのやられてるではなくてやらせてるっていうね、そういう思考回路だと思いますね、まあ、大宮の方はこういうボールですよね、はい、何度かいいボール入っているんでね、それをもうじれずにやり続けるしかないと思いますね、はい、ただそれをやるにも自分たちでスペースを作り出す動きっていうのはしていかなければいけないんで、闇雲に縦に入れても甲府の餌食になりますよね。今は大宮左サイド奥抜きと尾長がポジションを変えて裏を尾長が狙うというところだったんですが、オフサイドポジションにいました。中盤カット大宮です。三角大山、センターバックの両脇が上がってきましたよね、はい、大宮ね、もう山越が逆サイドでハーフウェイラインも超えて、ね、高い位置にいますから ね。そして積極的に奥抜きも裏を狙っています。渡部、ここから広い方展開していきたいですね、はい、なかなか反転することは大山できませんでした。
ストレート性のボール裏から来た、収まりません。今のは狙いの一つだと思いますね、ダイアゴナルランも富山もプラウェイしましたし、はい、で尾長ですかね、入ってきたのはね、尾長も入ってきましたしね、はい、でそこをしっかり渡部もう見逃さずに入れてきましたよね、はい、あ、大山ですね、大山ですね、上げていいよ、上げて上げて、まあ、ここ走れるのが尾長のスタミナというところですね、うん、ああいうプレーですかね、この 5-4 のブロックを破壊できるのはね、はい、ですから今のも点で合わないとなかなかね突破できないんですけどもね、そこをもう何度も何度もやっていくしかないのかなっていうのがありますね。非常に大宮の時間が長くなっているこのゲームです。1点を追いかける大宮、スライディング松田をかわした大宮、島田からサイドチェンジ、ここからスピードアップしていきたいですよ。尾長、尾長がカットイン、横三角、三角から渡部、渡部からのクロス、ファー潰れた、尾長ファーサイドにはいません。いや、サイドチェンジ2つ、いや本当に分厚い攻撃ですけどもね、甲府のディフェンスも集中してましたね。そしてなかなかセカンドが拾えない甲府、ここでドゥドゥに変えて山本の投入です。これはメッセージが明らかですよね、はい、まあ、ドゥドゥも本当に甲州においてのハードワークしてましたし ね、なんといってもこのゴールじゃないですかね。まさに点をつないでゴールにしました。もう選手目線からしたら後ろへのゴールを狙ったようなシュートだと思うんですよね。それぐらい角度がなかったんですけどもね、うまく流し込みましたよね。まあ、この拍手が物語ってますよね、そしてそのドゥドゥに変えて入るのが4日前東京ヴェルディ戦、90分走った山本、まあ、ドゥドゥからこの山本メッセージというのは、須藤さん、もうこの1点を守り切ろうというね、そこに尽きると思いますね。その山本が競ったところ、高山主審ファウルの判定、一度プレーを止めます。山本がボランチの位置に入りましたかね、で野澤が左に出てますかね。ちょっとまた攻撃のポジションを見ていきたいと思います、ね、はい、その野澤が、まあ、内側にポジションを戻そうとしたところ、もう一度伊藤明監督とその指示を確認する場面もあります。野澤左ですね、はい、内田が球際カット、野沢からマイク、そして内田、野沢から武田、収まりません。3人4人囲む甲府です。いい、あのトランジションしましたよね、はい、奪われてから非常に守衛のトランジションを早くした甲府です。まあ、3バックは変わらないんでね、山本、はい、武田のボランチになりましたね、で左に野沢、右に松田、はい、でワントップマイク、はい、まあ、戦い方は変えないですよね、このようにブロックを敷きながら中に入ってくるボールを跳ね返す、ドリブル突破の大宮、これが奥抜き、こういうプレーですよね、やはりね、これで突破できればいいですし、はい、ファールを誘えばコーナーキック、フリーキックになりますからね、はい、非常にいい位置のフリーキックを取りました。やはりブロックをコンパクトに敷いてるってことは一気に3人4人が集まってくるんですよね、はい、ですからそこを打破できると一気にチャンスになりますし、このようにファールももらえる、もちろん奪われるリスクもありますけれども、はい、ファールもこのようにもらえるチャンスがありますから飛び込みましたね、そしてすでにボールの近くには左利きの島田、尾長も近づきます、三角もいます。ヤストさん、これは狙える位置ですね。もちろんですね、はい、誰が蹴るかっていうので、岡西を惑わせたいっていうのもあると思いますね、はい、そしてディフェンス壁の前には甲本、当てることだけ、当てることだけ、セカンド
島田か大山か尾長か、1点追いかける大宮です。このプレーは今日物語るワンプレーになりそうですね、はい、後半立ち上がりセットプレーから失点した大宮、絶好の位置でのフリーキック、壁の位置を修正させているのが尾長、しかしこれは須藤さん、岡西が非常に迷いますね。迷いますし、もうボールはほぼ見えないと思いますね、はい、ボールが壁を越えた瞬間に見えるんでね、はい、あまり読まない方がいいと思いますね。セカンド、セカンド、近くない、壁の前には大宮の選手が3人しっかりとボールを隠しています。左なら島田、尾長か大山か、もう一度ここで高山主審、壁、そして両チームの選手に声をかけます。スタジアムに緊張感が漂います。狙った低いボール、壁下狙いましたね、大山が狙いました。そして尾長が左で作り直す、縦の突破が、縦を狙う、縦、尾長低いボール、ヘディングでクリア、奥抜き、奥抜きが作り直して左足、島田の左足です。いや、うまくね、奥抜きを前目のね、前向きで使って、そしてうまく後ろに流してのね、はい、島田ですか、最後抑えたシュートだったんですけどもね、若干横にずれましたかね、狙いはもう右隅だったと思いますね。いや、いい崩しだったと思います、はい、それぞれやはり特徴出てますよね。そして大宮5枚目の選手交代は須藤さん、背番号37番、今日 J デビューという高卒ルーキー高田です。いや、こういう試合でこそ成長できるっていうね、本当そういう試合だと思いますね、もうギリギリの場面ですからね、はい、ここね、奪った大宮、前を向く縦パス、そこには山本、体を張った野沢、まあ、野沢をこの位置に置いたということはね、ここでしっかり時間を作っていこうっていうのもあると思いますね、はい、クイックにスタート大宮、山本が早めに潰します。潰し行きましたね、今ね、はい、前を向くクロス、いや、思いっきりのあるプレーですよね、はい、ファーストプレーでクロスまでつなぎました、ね、しっかりトラップした瞬間前向きましたしね、はい、そして尾長が今ピッチ脇にありました、タオルを使いましてロングスローに備えます。助走を取る、1点を追いかける大宮、ロングスロー、ゴール前、反応したハーフのマイク、コーナーキックです。マイクも高いですしね、本当迫力ありますよね、まあ、やはりここまで飛ばすことができるとコーナーキックと遜色ないですからね、これは武器ですよね、そして掴んだコーナーキックです。後半残すところ7分、富山、河本もいる、4人の選手が縦に並ぶ大宮です。間を取る左利き島田巻いてきた正面、マイクですかね、はい、幅を取る高田のクロス、ディフェンダーディフレクションあるが空中戦、大きくクリア、そしてマイク、マイク、野沢が走っている、武田プレスをかけに行く富山、野沢、武田ワンタッチカットする、高田
高田かわす。いや、キレありますよね、このドリブルね。高田、そして左、さらにその外から尾長クロス、ゴール前、こぼれた、奥抜き、奥抜き、切り返す、そしてもう一度尾長に託す、前、左利き島田、山越から奥抜き、奥抜き、打ってきた。今はもしかしたらパーにつなごうとしたのかもしれませんが、非常にもうドリブルで、ね、仕掛けていこうっていう、ね、意図がはっきりしてますよね、はい、もう高田にしろ、奥抜きにしろ、尾長にしろ、はい、全員が仕掛けていこうっていうね、それでこう相手を引きつける、またファールもらう、そこまでそこからシュートしようっていう、ね、意識ありますよね、はい、組織で守る 5-4-1 甲府のブロック、このドリブルで打開しようという大宮クロス、グラウンダー、こぼれたボール狙った、島田の左足ブロック、そこに対して甲府もね、新井を中心に強固なディフェンス、そしてボールへもアプローチしてますからね、はい、見応えありますね。奪った大宮、波状攻撃、またいで渡部、一旦戻す、高く上げたファーサイド、セカンド、ここも大宮、まあ、甲府としてはマイクに、ね、スペースでキープしてもらいたいとはあるところはあるんですけどもね、はい、サイドチェンジ、ヘディング、ハンドの判定、甲府ボールです。いや、非常に須藤さん、息の詰まる大宮の波状攻撃でした。まあ、それに対して甲府も、ね、入ってくるボールに対してはしっかりマークもつけてますし、相手の前で跳ね返しができてますからね、非常に迫力あるせめぎ合いですよね、はい、大宮立ち位置を見るともしかしたら 4-3-3 にフォーメーションを変えているかもしれません。尾長が一つ前にいます。その左の尾長、やや手前の山越です。尾長キープ、中央大山、首を振る、3人の選手が裏を狙います。もう一度オナが、いや硬いですよ ね、 なんかね、広げます、西村から渡部、渡部カットイン、中央、もう一度外、島田呼んでいる、富山、グラウンダーのボール中に入る、ふわっとしたボール、外広げる、ダイレクト、判定、ホイッスルはなりませんでした。いや、当たったようには見えましたけどもね、今、まあ、アピールはしてますけどもね、はい、高田キープ、高田がかわす、高卒ルーキー高田、内田が大きく弾き返します。まあ、甲府はもうこの1点を守りってクローズしようっていうね、狙いですよね、はい、猛然とプレスは松田、守備ブロックを敷き直す甲府、その外ドリブルの大宮、サイドチェンジ、渡部、ワンタッチ、ここもしっかり対応してますね、はい、甲府はね、しかしセカンドを収める大宮、大山からのクロス、ヘディングシュート、外から山越が入ってきました。いや、もう中で集結させてワイドを使ってそこから攻めていこう、またワイドで作りながら中央突破していこうっていうね、いろんな手を加えて攻撃してるんですけどもね、はい、最後のところはやらせてないですよね、甲府ね、前節今季初黒星を喫した大宮、中盤で甲府が奪う、山本から左の野沢、呼んでいる松田、ハーフなマイクもいるが野沢が一旦戻します。内田、野沢、山本、内田へは渡りません。
ノーファール、大宮ボール、前を向く大山、高田ドリブル、右島田、フレッシュな2人、島田から高田、深い位置ところ狙いは分かるんですけどね、まあ、今出した瞬間島田が天を仰いでましたけどもね。甲府の内田が上がったウイングバックの裏を狙った高田と島田、しかし今もの場面も崩すことはできませんでした。安戸さん、前節甲府は4失点、ここまで9失点という甲府、堅守が戻ってきてますね。いや、この試合の守備の集中力、そしてスライドの速さでボールをマークするポジション、非常に集中してますよね、はい、アディショナルタイムは3分です。つまり甲府は3分守りきれば今季2勝目、一方の大宮は残すところあとアディショナルタイムの3分ということになります。山越がドリブルで運ぶ、まあ、ここコンパクトなんですよ ね。もう野沢、内田もしっかり絞っているんで、まあ、サイドは空いてますけれども、はい、そこへ入った瞬間はスライドしていこうという狙いがある守備ですよね。ここ入ってもある程度やらせながらもう一回スライドして、ここも逆サイドがしっかり締めて絞ってますからね、はい、なかなかスペースないですよね。非常にコンパクトな守備、その中を狙おうという大宮ですから、ここも今津がしっかり、ね、カバーいける距離感は保ててますよね、はい、そしてスローインに変えます。ただ大宮には尾長がいます。コーナーと同じようなボール入ってきますからね、河本、西村も上がる、そしてファーには山越、富山もいる。尾長のロングスロー、高く上げたエリアの中、もう一度作れるか、大宮足を出します。大山からのボール、スラッシュだ。いや、ニアでスラッシュして、ね、ファーサイドも反応したんですけどもね、はい、そしてスローインからですから人数もいました。でここも大山ね、速いボール入れて奥抜きですかね、そらして、まあ、最後面でね、西村です、捉えたかったんですけどね、はい、まあ、ここ反応するのがやっとでしたかね、同点弾とはなりません大宮。後半アディショナルタイムすでに2分が経過、岡西が高く蹴り上げます。さあ作り直す大宮、守備ブロックを敷き直した甲府、外、高田縦の突破、高田のクロス、コーナーキックを取ります。最後のプレーになりますかね、コーナーキックで先制を許した大宮。ここまで6ゴール中半分の3ゴールがセットプレーという大宮です。ボールをセット大山、残り時間はわずか、ヘディングハーフナーマイク、高さがあります。まだありますか、セカンド大宮、まだあります。ここはもう一度作り直すことになります。大山、人数はいる、ここもハーフナーマイク、そして試合終了のホイッスル、死闘を繰り広げた甲府と大宮の一戦、ヴァンフォーレ甲府が1対0セットプレーから奪ったゴールをしっかりと強固な守備で守りきりました。須藤さん、はい、この90分、前節甲府は4失点大敗を喫しました。非常に改善が見られたゲームでしたね。いや、まず守備のところの、まあ、意識だと思うんですよね、特に武田、野沢のところのフォワードを消しながらのポジションチェンジですよね、横ずれから縦ずれ、そこに対してセンターバックもしっかりボールを中心としたディフェンスカバーをし合いながらで、前半だったらバホスがしっかり帰省した時は狙い取りできたというね、
そういう守備の強さっていうのがね、甲府に戻ってきたかなっていうのはこの結果に出ましたかね。1対0でヴァンフォーレ甲府が今季2勝目を挙げました。いやこのセンターバック新井がラインを統率ししっかりと強固なブロック90分間続けましたね。もう最後の方はね、大宮の猛攻に合っていたんですけどもね、ボールを散らされてもしっかりポジションを取り直す、で入ってきたボールに対してはマークを見ながらボールに対してもアタックできてましたから、まあ、新井だけではなくてね、新井を中心としたディフェンス、そして中盤、まあ、フォワードも含めてのチームとしての守備組織が構築できたかなっていうのはね、現れてましたね。まあ、しっかりとボランチでこの野沢、武田が守りました。まあ、一方の須藤さん、大宮ですがここで連敗となりました。攻撃の部分で動き出しをしてますし、前線のコンビネーションスペースを作る動きっていうのは非常にできていたんで、あとは最後のところのゴールネットを揺らすかっていうところだと思いますね。ヴァンフォーレ甲府が1対0で大宮アルディージャを下しました。コーナーキックから見事なゴールでした。振り返っていただけますか。Pode lembrar o lance do gol novamente aqui para nós? Foi escanteio e meu posicionamento ali na frente do primeiro homem. Consegui antecipar ali bem, jogada que a gente vem trabalhando nos treinos. Consegui desviar essa bola para o gol, fui feliz ali. E uma boa bola também do Masato-san.まあ、コーナーキックから、まあ、本当に、まあ、マサからナイスボールで、まあ、やっぱり、まあ、練習トレーニングの中で、まあ、ああいうパターンでストーンの前で入ってそこでボールを触るということを、まあ、意識してましたので、まあ、練習の中でこういう形でゴール決めることができて、まあ、本当に非常に嬉しいと思います。また今日は守備でも貢献していたと思います。90分間振り返ってください。Lembrez novamente do jogo, né? Você participou bastante aí na parte defensiva da equipe também, bem focado.Consegui ajudar, como todos nós, a gente do ataque estamos nos desdobrando para ajudar o máximo possível na defesa ali. E graças a Deus fomos coroados com o gol e o mais importante foi ter saído com resultado positivo. やっぱり粘り強さですね、まあ、我々の攻撃陣ですね、まあ、やっぱり守備のところも意識してますし、まあ、そこからボールを奪って、まあ、カウントとか、まあ、いろいろも考える、まあ、選手とかいろいろ入ってますけど、まあ、この粘り強さで、まあ、ゴールを決めることができて、まあ、本当に嬉しいと思います。次節もホームで千葉戦です。言葉聞かせてください。próximo jogo contra o Chiba em casa. Você pode estar planejando o próximo jogo. Vamos aproveitar essa semana bem motivado com essa vitória.E buscar o resultado positivo dentro de casa, que é o mais importante para a gente subir lá em cima nos que estão em primeiro lugar. やっぱり今日の試合勝って、まあ、モチベーションも高まりますし、やっぱり今週も、来週ですね、しっかりトレーニングして、ホームゲームなので、しっかりも勝って上の順位を目指したいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。いや、須藤さん。はい。最後ドゥドゥはウィンクでしょうか。ドゥドゥらしさが出ましたね。いや本当にドゥドゥの献身的なチーム愛っていうのもね、ウィンクも含めて感じましたね。まあ、確かにコーナーキック、藤田がこれで2試合連続コーナーキックからアシスト、まあ、藤田のボール確かに良かったんですが、あれを点で決め切ったドゥドゥ、まあ、まさにチームで一瞬でワンプレーで取ったゴールでしたね。まあ、そこのドゥドゥの入り方からのシュートっていうのはもうなんていうんですかね、トップ即興性のあるシュートだと思うんですよね、はい。まあ、特にフォワードにとって相手が意表をつくプレーでのゴールというのが多いんですけれども、まさにもう全く角度のないところからうまくこう足を合わせて持ってきましたけどもね、やはりシュート技術っていうのもありますし、常にゴールを狙ってるなっていうのを、ね、感じる、まあ、ストライカーらしいゴール、プラスアルファ のチームを勝たせたいっていうね、守備面での貢献度っていうのもね、多々あったのでね、はい、この勝利っていうのはね、ヴァンフォーレにとって、今のヴァンフォーレにとってはね、大きいんじゃないですかね。そうですね。ドゥドゥは背番号10を背負っています。まあ言ってみれば自覚、そして責任がより増した甲府の背番号10ですね。いや、そうですね。あれ、外国人選手はね、こう助っ人ですからね、バホスも含め、やはり
やらなければいけないなっていうね自分たちのこう覚悟っていうのもありますから、はい、それがねどっちに転ぶかちょっとしたことでね少しこうネガティブなところも出たじゃないですか、はい、ただそれを凌駕するぐらいのパフォーマンスを見せるのがやはりドゥドゥでありバホスなのかな、そこをじゃあどうやってチームとしてマネジメントしていくのっていうところでね昨年はねなかなかもうバホスが活躍できなかったっていうのもありますからね、はい、そういう意味ではチームの総合力支え合うっていうパワーっていうのはね去年を上回ってきてるのかなっていうのは感じますね。そして甲府はこのゲーム、まあ、守備の時は 3-4-2-1、うん、そして中盤新井がセンターバック新井が上がっていて 4-3-3 可変もはまりましたね。まあ相手ありきだと思うんですけどもねそこはうまくはまったような感じもしましたよね、それではヴァンフォーレ甲府伊藤明監督のインタビューです。コーナーキックからの先制点を守りきる形で勝利しました。90分間振り返ってもらえますか。そうですね、まあ、今週短い時間でしたけどちょっと守備のところ前節4失点しているというところからまずはね、守備から入ろうというところで、まあ、しっかり固く守れたのかなというふうに思っています。ボランチ新井選手が高い位置でプレーする姿が見られました。意図評価聞かせてください。まあ、相手が 5-4-1 でブロックを敷いている中でのまあ、我々が一つ両兵が上がって、まあ 4-3-3 という形を取りながら、まあ、しっかりボールを握りたかったというところもあるんですけど、まあ、やはり相手の、ね、プレッシャーもあって、まあ、短い時間で、準備したこともありますのでちょっとシグラフのところもありましたけど、まあ、相手にとってみてすごく あそこに両兵がいることがちょっと嫌だったのかなというふうにも思えたので、まあ、試合通じていい、感じでやってくれたと思います。攻撃的に戦ってくる大宮相手にゼロで終わらせたのはチームとしても大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、やはり個の能力と組織の力っていうのは大宮さんすごくあるので、特にやはり守ってからのカウンターっていうのはすごく鋭いものがあると思います。まあ、それを消すっていうところも一つちょっとラインを下げたところもあります、はい、サポーターに向けて一言聞かせてください。はい、まあ、まずはね、連敗しないことっていうところで、一つ、また勝ち切れたので、ね次のゲームもね、ジェフ戦ですので、そこをしっかりと勝ってね、波に乗っていきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。しっかり握りたかったというメッセージもありましたが、津田さん、それよりも勝利を取りに行ったゲームだったんですか。まあ、いろいろ相手を分析してね、どうやれば、勝ち切れることができるか、そういった面ではまずは守備の部分での修正というのが、ね大命題だと思うんですけども、はい、うまく修正できましたよね。さらに相手をじゃあ凌駕するには得点を取らなきゃいけない、握らなければいけないというところで新井を、ね、上げて、まあ、4-3-3 と言ってましたけども、うまくこう相手を引き出す動きでスペースを作り出すことができたのかな。それに対して新井があそこを取ることによって、ね、野沢武田っていうところが、ね、より高い位置を取れたことによってバホス、ドゥドゥ、泉沢っていうところと、ね、うまくこう関係性を持てていい時間帯を、ね、作れたのかなって。まだまだちぐはぐな部分あるっておっしゃってましたけども、はい、やはりそこは、ね、どん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 チャレンジしていって修正していくっていうね、シーズンを通して右肩上がりになっていく上ではチャレンジすることってね必ず必要だと思うんでね、いい方向に向かってるではないでしょうかね。まあ、その方向が一つ実を結んでこれで開幕戦以来5試合ぶりの無失点、まあ、これは一つチームの少しずつですが自信になっていくものですね。まあ、前節のベルディ戦がねこう選手にとっても監督にとっても相当ダメージというかねやられたっていうのがあったんだと思うんですよね、はい、じゃあどうやって修正していこうかっていうのがサッカーっていうかリーグを、ね、戦う上では必要なんですけども、うまくこう悲壮感を漂うんじゃなくて建設的に修正できたのかなと、はい、じゃあどうやってそのやられたところを埋めていくのかっていう作業がねうまくはまりましたし、はい、なんといってもこうボールへの執着心というかねこう絶対に点をやらせないんだっていうね選手一人一人のパワーっていうのもね今日は感じましたよね。まあ、このドゥドゥのディフェンスに引っ張られたっていうのもねあるかと思うんですけどもね、はい、そして手前に映っている藤田のアシスト、ドゥドゥのコーナーキックからの右足が決勝点となりました。ではこのヴァンフォーレ甲府対大宮アルディージャの第6節ハイライトで振り返ります。
連敗は避けなければいけない甲府と大宮の一戦でした。まずは前半の7分でした。まあ、一つの狙いはね、そうおっしゃる通り高い位置で取ってからのこのカウンターから仕留めようっていうね、そういう狙いもねできてましたよね。まあ、これもできるのも守備の修正があったからこそだと思います ね。一方の大宮前半さまざまなコーナーキック。いやもうね、大宮もねセットプレーで点を取りに行ってたんですけどもね、岡西含めディフェンスがしっかり守りましたよね。ここもね難しい姿勢ですよね。まあ、ここしかないですよね。はい、まあ、ドゥドゥがこれで点取ったようにね、西村もここからっていうのの活路を見出したんですけども、うまく岡西セーブしましたね。そして後半、一方の甲府がコーナーキックで決めました。まあ、今の西村と同じようなところなんですけどもね、こううまく合わせたドゥドゥにが勝ちましたかね。はい、まあ、藤田もドゥドゥを見てしっかりそこに落としましたしね、ドゥドゥがうまくちょっとでもずれたら枠外っていうシュートですし、ディフェンスに当たるんですけどもね、はい、うまく流し込みましたよね。82分です。もうこの時間帯はねドリブルでこう相手をかき回しながらねシュートまでっていうシーンありましたけどもね、そしてこちら、終了間際です。甲府が最後まで体を張って守備しましたよね。はい、山越が飛び込んできました。もう本当に1点を取りに行く、1点を守りきるっていうね、攻め際ですよね、ここね。さらに大宮は波状攻撃を繰り返します。ここもね、奥抜きがこれシュートだと思うんですけどもね、あのファーサイドで狙ったシュートがこぼれて西村のところ、はい、うまく合わせればゴールいけたんですけども ね、まあ、外れましたけどもね。はい、最後までその1点を守り切った甲府です。ではこの一戦を須藤さんとスタッツデータで振り返ります。いや須藤さん、大宮のシュートが13本です。うん、もう試合展開を見ながらね、甲府はもうこの1点を守り切ろうという、まあ、後半始まって20分ぐらいからですかね、はい、そういう戦い方にしたんではないでしょうかね。でカウンターに活路を見出していった。ですからボール支配率も前半よりも上がってますし、はい、パス数の差っていうのもね、400本差ありますね。でシュート数もここまで来てますけれども、結果は 1-0 というね、はい、うまくこう逃げ切った甲府、攻めきれなかった、同点できなかった大宮っていう図式ですかね。そして両チームの支配率でいうと大宮が 66%、 そしてプレーエリア、まあ、より真ん中から甲府陣地で、いや多くなりましたよね。はい、それほど攻撃回数が多かった、それほど跳ね返す回数が多かったっていうね、本当に見応えあるゴール前の攻防でしたね。そうですね。アタッキングサイドは前半より増して甲府左が 59% になりました。さらに左サイドからの攻撃活性化しましたかね。まあ、戦い方だと思うんですよね。藤田がちょっと自重しながらね、相手のカウンターを抑える動きっていうのもね、ポジション取りしてたっていうのもあると思いますね。まあ、確かに大宮の尾長サイドということですもんね。うん、では一方大宮です。左サイド、あ、でもそうですね、後半に右が持ち直したんですね。うん、まあ、右サイドでのドリブル、まあ、渡部が非常に高い位置を取っても両サイドを使って点を取りに行こう、はい、それだけディフェンスライン甲府が下がったんでね、両サイドともに高い位置からボールを放り込むこともできてましたからね。この数字は本当に物語ってますね、試合をね。ただその両サイドで作ってしっかりと中もという意図もありましたね。ありましたね。これはありになってねえな、これやってみねえとわかんねえな。そして両チームのシュート数ですが、あ、豊島、バホス、まあ、フォワードがしっかりと打ちはした、うん、というところですね。そうですね、全体的に大宮の方が多くなるのは明らかなんですけれども、このトップに入ってくるバホス、ドゥドゥっていうところは、まあ、打てたと、はい、あとはやはりこの4本でしたかね、シュート数ね、甲府はさらにこう安定して勝つためにはシュートをもう少し打てるようなね、はい、そういう戦いもして いかないといけないのかなっていうのがありますね。大宮今季初出場の途中出場島田は2本シュートを打っています。
続いてパス数ですが、まあやはり大宮が圧倒していました。そうですね、山越、うん、まあ、帝小野あたりもしっかりと散らしてはいましたね。やはりあのセンターバックそしてボランチのところが多くなると相手を引き落とすことできますしね、ポゼッションも上がっていく。あとはやはり渡部尾長っていうサイドもね、しっかりここに顔を出せるっていうところはね、はい、もう相手のバイタルに入る前まではもう構築できているのかな、うん、あとはやはり最後のクオリティと最後の1個前のパスアイデア即興性っていうところが磨ければね、はい、もっともっと点得点力っていうのは上がってくると思いますね。では選手比較、甲府は内田、そして大宮は尾長、ともに左のウィングバックの選手に注目します。いやもう90分通して走りまくってたなっていうねそういう印象ありますね。どちらかというとやはり内田は自陣で、うん、そして尾長は相手陣地でというところですね。いや尾長はやはり目立ってましたよね、はい、左足でも上げれたし右足からも上げれたしね、そういう意味ではこの戦いっていうのはね、やっぱ左サイドを制してましたよね。そうですね。でそして、まあ、この色でも分かるように幅を取ってましたしね、うん、そうですね、まあ、内田が若干引き落とされてたのかなっていうのはありますけどもね、はい、後半になっても運動量っていうのはね、相手についていくっていう動きも含めて落ちなかったですね。以上ここまでデータで振り返りました。それでは大宮高木監督のインタビューです。最後まで集中力を切らさない試合でした。ゲームを振り返っていただけますか。そうですね、惜しい、時間帯が、ね、続きましたけど、まあ、今日みたいなゲームでいうと追加点を与えてしまうと、まあ、ゲームとしてはまあ終わりなんですけども、まあ、よくそういう危ないシーンもなかったし、本当に集中してやってくれたということに関しては、まあ、感謝しています。後半は前線の選手を変えて大宮の時間も長く見られました。ただ勝つために足りなかったことを教えてください。そうです、後半の入りとか前半も含めてですけど、まあ、そういう中でやっぱりボックスへの侵入も含めて、そのランニングする、例えばただはなんていうんですかね、角度をつけたランニングとか、そういうのがだいぶこう後半になってから変わってきたと思いますので、その辺が、ゲーム得点を取るチャンスには近づいていくかとは思います。次節はホームでの松本戦です。意気込みお願いします。まあ、2敗してますし、まあ、それがホーム戦でもありますし、まあ、相手どうこうではなくて、とにかく我々はやっぱ勝つしかないので、勝つための準備をしっかり、ね、もう一回やっていきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。増田さん、はい、サッカーの難しく面白いところではありましたね、うん。まず 0-2 になってしまっては、ね、もう取り返しつかない。ただそういうシーンは完全に制御できていたと、はい、でボックスへの侵入ランニングなども、ね、改善できていたんでね、やはりあとはどうやって決め切るかっていうところになってくると思いますしね、うん、はい、この連敗をホームで止めるっていうのが、ね、大事だと思いますね、では他会場の結果と途中経過です。2連勝中でした栃木は金沢に敗れました。でそしてここまで試合終了したゲームでは松本が群馬に2対0、そして新潟と山形は1対1となっています。では暫定の順位表です。勝った甲府は7位浮上、そしてまだ須藤さん、ゲーム他の会場で行われていますが、大宮の順位がどうなるかというところですね。そうですね、やはり勝ち点3というのは大きいですよね、はい、もう今シーズンは2位までが自動昇格なんでね、もうどこのチームも勝ちに行く戦いというのが多くなると思いますね、そして10位以下はご覧の通りです、まあ、1つの勝ち、勝ち点3で大きくジャンプアップするまだ序盤です。次節の対戦カードです。甲府は次もホームゲーム千葉戦です。そして大宮はホームゲームになります松本戦。そして首位にいます長崎は京都と上位対決というゲームになります。お伝えしてきました甲府と大宮の第6節は、甲府がコーナーキックをドゥドゥの右足で決めまして1対0甲府が勝利しました。この試合の解説は須藤大輔さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
甲府は今季2勝目、次節もホームで連勝を目指します。この時間は甲府が1対0で大宮を破ったゲームを山梨県甲府市山梨衆議院スタジアムからお送りしました。